高卒でどこかに消えたくせによくうちの会社に入れたわね。大学にも行かずに結局今は派遣社員？笑わせるわね。高校時になぜか俺が見下され絶縁していた同級生と移動先の職場で再会した。俺は事情があって大学には行っていないのだが、彼女は俺のことを派遣社員だと勘違いをしているようだ。そして今日から私がたくさん可愛がってあげるわと不敵な笑みを浮かべてきたので、俺も笑顔で返事をすることにした。いや、それは俺のセリフだよ。そう言うと同級生は地獄に落ちるのだった。俺の名前は佐久間翔。自分から言ってしまうが、俺の家はそれなりに裕福な家庭だ。父親は会社を経営しており、母親は専業主婦。俺が一人っ子ということもあって、両親は俺の教育に金を惜しまずに育ててくれ、俺は小学校から私立の学校に通っている。成績もスポーツもそれなりにできるからか、なぜか俺はクラスのまとめ役となることが多かった。俺が通っている学校は小中高大一貫校だったので、俺はそのままその学校の中等部に進んだ。中等部になっても俺は変わらずクラスのまとめ役になることが多く、クラスでは委員長になっていた。相変わらず両親の教育のおかげで成績は上位でキープすることもでき、小学校の頃からの友人たちと楽しく学校生活を過ごしていた。そんなある日、俺のクラスの転校生がやってきた。佐藤恵里です。先月までイギリスに住んでいたので、日本語話すのちょっとまだ難しいのですが、よろしくお願いします。イギリスからの帰国子女という恵里は、父親がイギリス人、母親が日本人のハーフで、誰から見てもかなりの美人だった。クラスが一気に盛り上がる。佐藤さんの席は佐久間くんの隣ね。彼はこのクラスの委員長だから、何か困ったら佐久間くんを頼ってね。担任の木村先生がそう言って、これは確実に。世話係などを丸投げされることを悟った俺は、先生、丸投げは良くないと思います、と言った。年上の先生より、同い年の委員長の方が頼りやすいと思います。はい、それじゃあ朝の会を始めるので、佐藤さんも席に座ってね。担任の言葉を受けて、エリは俺の隣の席に座った。よろしくな、と声をかけると、よろしくな、と返してくるエリに笑ってしまった。帰国子女で、ハーフで、とても美人。そして、わざわざこの私立中学に転校してくることも珍しいということもあってか、彼女はすぐにクラスの中心となり、学年の中でも人気者となった。無邪気で可愛い性格も、人気者になった理由の一つだと思う。さらに最近までイギリスで過ごしていたエリの日本語は少しぎこちなかったけれど、それが逆に可愛いと人気を呼んだ。そしてさらに俺とエリは縁があるのか、なんと家が隣同士だった。少し前にずっと空き家だった隣の家の前に引っ越し業者のトラックがあったことには気がついていたし、ちょっと前に母さんが、お隣に佐藤さんという人が引っ越してきたのよ、それで引っ越しそばをもらっちゃった、と言って
そばを見せてくれたのは記憶に新しい。エリに名前を聞いたときに、そういえば隣の家と同じ名字だな、とは思ったけれど、佐藤さんは全国的にもよくある名字のようだし、まさかクラスメートの家だとは思いもよらなかった。隣のエリの家だと知ったのは本当にたまたまで、朝に学校に行こうと家を出たら、エリも同じタイミングで家を出ていて、ばったりと会ったということだ。同じクラスメートだし、避けるというのもおかしな話だったので、俺はエリに声をかけた。おはよう。おはよう。どうしてここにいるですか？俺、隣の家に住んでるんだよ。え、お隣さん？うん、そうみたいだな。よかったら一緒に学校まで行くか？行く。どうやらエリはイギリスでも家庭内で母と話すときは日本語で話すことが多かったが、やはり英語の方が話しやすいらしい。翔くん、これは日本語で言うと？花だな。英語ではフラワー。フラワーね。はは、やっぱりネイティブの発音は違うな。日本語、難しい。慣れていくしかないよな。こうやって、いっぱい話そうぜ。うん。元気よく返事をしたエリと笑い合った。二人で登校すると、早速、お前らもう付き合ってんのかよ、とからかわれたけれど、俺たちたまたま家が隣だったんだよ。それに俺、世話係だし、と言ったら、まあそれもそうか、とクラス全員が納得してくれた。そうして、俺たちは自然と登下校を一緒にするようになった。一緒に登校する間、俺はエリに日本語を、エリは俺に英語を教えてくれるように。エリの英語講座はわかりやすく、彼女も、翔くんの日本語講座はすごくわかりやすい、と言ってくれる。そのおかげか、結果的に、俺は英語力が向上したし、英語の成績もまた上がった。そして、エリの日本語にもぎこちなさがなくなっていったのだった。あっという間に中学3年生となり、俺たちは進路を考える時期となった。通っている学校は大学まである一貫校なので、何もしなくても一応、そのまま高校、大学と内部進学をすることができる。ただ、外の世界も知ってみたいと思った俺は、外部の高校に進学することに決めた。両親にもそのことを話し、許可をもらい、先生たちからは、お前の成績なら十分大丈夫だ、と心強いお言葉をいただき、俺は県内で一番の進学校を受験、無事に合格した。その受験会場には、なぜかエリもいて、聞けば彼女もこの高校を受験するのだという。エリも？なんで？と聞いたら、私も外部受験してみようと思って、と笑った。そしてエリも無事に合格し、俺たちは揃って春から同じ高校に入学した。高校に入学したエリはハーフということもあり、日本人離れした美貌にますます磨きがかかっていた。学校の中でも人気者で成績優秀、常に注目の的だった。入学早々、秋にある文化祭の校内ミスコンには勝手にエントリーされているらしい。ここまで人気者になっているエリが、まるでテレビの向こうにいるアイドルのような存在に見えてきて、俺はなんとなくエリのことを遠い存在に感じるようになっていた。中学の時は隣の席で、隣の家だったから、一番身近な存在だったのにな。
ちなみに俺はというと、エリと唯一同じ学校から入学していることもあり、エリの連絡先を教えろ、この手紙を渡してくれ、中を取り持ってくれ、など頼んでくる男たちから全力で逃げることに力を注いでいる。入学して最初の頃は、エリと中学の時と同じように一緒に通っていたのだが、エリがクラスで委員長になったり、他の友人と登校するようになったり、だんだんと時間が合わなくなり、俺たちはなんとなく疎遠となっていった。まあ、俺にも友人ができていたので、お互いに別の交友関係が広がっていった感じだろうか。なんとなく寂しかったけれど、いつまでも中学の時のようにはいかないとは思っていたので、ちょうどよかったのかもしれない。そんな感じで、俺たちには距離ができてしまったが、会えば普通に挨拶をするし、たまに話すこともある。ただの同級生程度の関係に落ち着いていた。高校に入ってからバイトを始めた俺は、そこで他校の同級生と仲良くなったこともあり、学校外の人と交流することで自分の中で世界が広がっていくことが楽しくて、バイトに明け暮れていた。2年から文系コースを選んだ俺は、同じく文系コースを選んでいたエリと同じクラスになっていたけれど、ほぼ全く話すことはなかった。エリとは話しても、クラスメイトとしての簡単な会話をするだけで、俺は文系コースの数少ないクラスメイトの男子と話したり遊ぶ方が多かったし、学校が終わってからはすぐにバイトに行っていた。エリも部活をしていたりで、関わる方が珍しいくらいだった。さらに高3になった俺は、他校の友人とあることにはまり、そっちの方に力を入れるようになっていた。学校に行くよりもこっちをしていたいけど、学校には行かないとな。正直この頃の俺の中では、学校の方は完全におろそかになっていて、一応登校はしていたが、授業以外ではひたすら寝ていることが多かった。たまに授業でも寝ていることもあり、その度に先生から怒られたりもしていた。するとクラスの委員長であるエリから、翔くん、高3のこの大事な時期に何をやっているの？と突然声をかけられた。エリとこうやって話すのはすごく久しぶりだ。ちょっといろいろ忙しくてさ。いろいろって何？別にエリには関係ないことだよ。俺が好きでやってることだからさ。そう言うと、エリは見るからに不機嫌になっていた。感情をすぐに出すところも全然変わってないんだな、とぼんやり思った。私の関係ないことなら仕方ないけど、ちゃんとしておかないと、内心にも成績にも響くわよ。ああ、気をつけるようにするよ。ありがとな、エリ。そう返事をしていたが、俺はそれからもそっちのことで忙しく、相変わらず学校では寝てばかりの日々を過ごしていた。そしてそのまま中間、期末テストを乗り越えて夏休みに突入。みんなは夏期講習を受けるなど、大学受験に対しての対策をしていたが、俺は夏期講習などを一切受けずにバイトに明け暮れていた。その間、家にもあまり帰ることがなかったので、学校にも行かなかった。エリやクラスメイトから、夏期講習受けないの？などの連絡は来ていたが、いろいろ忙しくて受けない、とだけ返事をしていた。そして、夏休みが明けた9月。おはよう。と教室に行くと、俺の目の前に現れたエリは開口一番。翔くん、夏期講習に一切出なかったのはどういうこと？と言ってきた。え？夏期講習に一切出なかったのはこのクラスで翔くんだけだよ。
みんな頑張ってるのに何してたの？俺が講習に出なかっただけで、なぜエリがここまで怒ってくるのかはよくわからないけれど、俺はこの夏休みに決めたことを正直に伝えることにした。俺、大学には行かないことにしたんだ。高校卒業したらやりたいことがあるから、そっちをすることにしたんだ。俺の言葉にエリは目を見開いた。信じられない。学校に来ても寝てばっかりな上に大学受験さえしないなんて。あなたがそんな人だと思わなかった。自堕落な人だわ。自堕落って、大学に行くだけが人生のすべてじゃないだろ。それに、大学はその気になればいつでも行けるし、今の俺はやりたいことをしようと思っているだけだよ。そんなうまくいかないわよ。人生甘くないんだから。なぜかエリが泣きそうになりながらそう言ってくる。どうしてエリがそんな顔をしながらそんなことを言うのかは全くわからなかったけれど、人生が甘くないのはよくわかっているつもりだ。わかってる。だから今頑張って準備をしているんだ。失敗しないようにさ。俺はそう返したが、エリは俺を鋭く睨み、そのまま自分の席に戻ってしまった。それからエリが俺に話しかけることは二度となかった。その後、エリは有名な国立大学に合格したとエリのお母さんから聞いた。クラスメイトたちも俺以外の全員が大学に合格したらしく、担任からも佐久間くんも大学にと何度も打診されたが、俺はそれを断り続けた。そしてついに高校を卒業し、俺は家を出たのだった。それから10年の月日が流れ、俺も28歳になっていた。あれから自分のやりたいことを貫き通し、無事に目標も達成して毎日働いていた。そして今日は新しい職場に来ている。これまで働いていた場所と違う場所で働くことに、俺は胸を躍らせていた。この職場の人たちはどんな人たちかな？いい人たちだと嬉しいんだけど。なんて考えていると、翔と名前を呼ばれた。振り返ると、そこには同僚の福田誠一がいた。誠一、よかった。元気そうじゃん。当たり前だろ。お前こそ元気そうでよかったよ。久しぶりに会う同僚が元気に肩を叩いてきたので、俺も肩を叩き返す。お前、忙しいのにどうしたんだよ。ここの社内案内をしてやろうと思ってな。え、誠一が？この会社内で一番詳しいのは俺だからな。行こうぜ、新人くん。新人ではないけどな。なんて笑いながら、俺は誠一に社内を案内してもらった。この会社には社員食堂もあるけれど、せっかくなら会社の周りにも何があるのか知りたいと思った俺は、昼休みに会社の周りを歩いていると、近くにカフェを見つけた。どうやらランチメニューもあるらしい。ちょうどいいや。ここでご飯を食べよう。俺はそのカフェに入ることにした。席に案内されてランチメニューを頼み、スマホを見ながら待っていると、え、もしかして翔くん？とまた名前を呼ばれ、顔を上げるとそこには女性がいた。美人な顔立ちをしていて、なんとなく幼馴染のエリに似ているような。とはいえ、もう10年近くエリには会っていないから、今はどうなっているのかは知らないけれど。なんで俺の名前を？私、佐藤エリよ。高校まで一緒だったでしょ。え、本当にエリ？俺は思わず立ち上がってしまった。うん、本当の佐藤エリ。
こっちも本当に翔くんか確信はなかったけどね。よく俺だってわかったな。なんとなく似てるなって思ったから。とエリが笑った。なんだろう、エリの笑顔もすごく久しぶりに見た気がする。すごく久しぶりに会うということもあるけれど、それ以上に彼女の笑顔を見ていなかった気がするのだ。でも、なんでここにいるの？ああ、今日この近くの会社に移動してきたんだ。どこの会社？知ってるかな？ムーンワールドって会社なんだけど。ムーンワールド？私、そこの社員よ。え？エリがうちの会社の社員とは知らなかった。完全に予想外だ。そういえば、今日くらいに新しい子が来るって聞いてたけど、もしかして、それが翔くんだったの？ああ、そうかも。うちの会社は中途採用も積極的に募集しているので、新しい社員が入ることも珍しいことではない。ということは、つまり派遣社員ね。新しい子は派遣社員って聞いてたから。は？派遣社員？それに納得したようなエリは、急に見下しているような目で俺を見てきた。高卒でどこかに消えたくせに、よくうちの会社に入れたわね。あれ、言葉に結構なトゲがあるぞ。やりたいことがあるって大学にも行かずに、結局今は派遣社員？笑わせるわね。エリはさらに笑うと、今日から正社員で先輩の私が可愛がってあげるわ。と、不敵な笑みを浮かべた。いや、それは俺のセリフだよ。俺はエリに笑顔でそう言った。は？悪いけど、俺がエリの上司だから、俺、派遣社員じゃなくて、このムーンワールドの代表取締役副社長って立場なんだ。俺の言葉に、エリはポカンと口を開け、少ししてから、何を言ってるの？何の冗談よ？と言った。冗談じゃないよ。俺は名刺を取り出し、まだポカンとしているエリに渡した。そこには、株式会社ムーンワールド、代表取締役副社長、佐久間翔と書かれている。こんなの嘘よ。そんなわけないじゃない。これは合成じゃないの？エリは名刺の裏表を見たり、ペラペラと仰いでみたりと落ち着きがない。いや、こんな名刺を合成する理由がないだろう。これを見てもまだ信じられないようだ。いや、本当なんだけど、と俺が言った時、お、翔じゃん、と声が聞こえた。今日はよく名前を呼ばれる日だな、と思っていると、そこに現れたのは誠一だった。社長？あれ、エリさんもいたんだ。エリさんもランチ？はい。なんだショウ、ここで食べてるのか。俺も一緒に食っていい？と誠一に言われたので、俺はもちろん快諾。あ、いいよ、一緒に食べようぜ。誠一が隣の席に座って店員さんを呼び、同じランチを注文した。あの社長、この人がうちの会社の副社長。エリが誠一に声をかけると、誠一はあっさりと、ああそうなんだよ、と言った。翔には今まで海外で働いてもらってたんだけど、今回本社に移動してきてもらったんだ。もしかして二人は知り合いだった？確か同い年くらいだよな。俺とエリは中高の同級生だよ。そうだったのか。そんなことあるんだな。と、誠一は笑った。そのうち、俺と誠一の頼んだランチが届いて、俺たちは話しながらランチを堪能していた。
親しげに話す俺たちを見て、エリは、本当だったんだ、と唖然としていたのだった。誠一と出会ったのは、高校の時に始めたアルバイト先のファーストフード店だった。同い年で意気投合したのが誠一だった。なんか、このまま平凡な人生を送るよりは、いつかでかいことしたいよな。ある日、誠一がそんなことを言ったとき、俺はそれに大いに同意した。このまま普通に大学に進み、どこかの企業に就職して、働いて、という人生は、なんだか面白くないと思っていたのだ。今思えば、それは子供らしい。他の人とは違うことがしたいという憧れの感情だったのかもしれない。けれど、俺と誠一はそれを実現してやろうと二人で決めたのだった。二人で何ができるだろうと話し合った結果、俺たちは自分たちで会社を立ち上げることにした。会社の内容は誠一が意外と可愛いものや雑貨が好きなので、世界中から雑貨を仕入れて、それを販売するということを思いついた。中学の陶芸工事のエリのおかげで、俺は英語が得意分野となっていた。なので俺は、世界中を回り、雑貨の買い付けを。当時商業高校に通っていた誠一が、事務的なことを担当してくれることになった。高校そっちのけで、俺たちは、会社を経営している父からアドバイスを受けながら、俺たちは着々と起業の準備を進めていた。そうして俺たちは高校卒業間近で準備を整え、高校を卒業してすぐ、俺と誠一の二人の共同経営で会社を起こすことに。俺は日本と海外を往復しながら雑貨の商品を集めて、誠一はそれをネットで販売したり、店舗に置かせてもらった。もちろん最初は相手にされないことも多く、海外に行くたびに大変な目に遭ったり、危険なこともたくさんあった。すぐ壊れる商品を買わされてしまったり、財布やスマホを取られたことだって数えきれない。それを誠一と一緒に乗り越え、俺たちの会社は、徐々に取引の数も増えていき、どんどん会社を大きくすることに成功。従業員も増やすことができて、ここまでやってきた。今では、日本と海外、それぞれに会社を持っており、俺はつい最近までその海外支部にいた。しかし、社長である誠一が、そろそろ日本に帰ってこないか、と言ってきたのだ。社長である誠一は、若くして大成功した社長と雑誌でインタビューをされることも多く、その時にはいつも共同経営者である俺のことを語ってくれるのだが、俺は海外にいたので説明が面倒になったそうだ。面倒だから俺と翔で一緒にインタビューを受けるようにしようぜ、と言ってきた誠一だったが、俺もそろそろ日本に帰りたいと思っていたので、海外支部を他の人に任せ、こうして帰ってきたのだった。日本での仕事にも慣れてきて、俺は仕事終わりに会社近くのカフェでのんびりしていた。ふう、と一息ついていると、そこにはまたエリがいた。何か言いたそうに俺の横に立っている。あれ、エリ、どうしたんだ？私、翔くんに謝りたくて。え？何を？とりあえず座れば、と、エリを隣に座るように促すと、すぐに座ったので、俺は彼女の分の飲み物を注文した。この前も、勝手に翔くんを派遣社員と勘違いして、高卒で派遣社員とか笑わせないでとか言っちゃって、本当にごめんなさい。ああ、そんなこと気にしてないのに。俺も勘違いさせて悪かったな。あの次の日に、
本当に派遣社員の鈴木さんが入社してきたので、エリが勘違いしても仕方ない状況だったと思う。それに高校の時も、私、翔くんのこと何も知らずに、血だらくな人とか言って。ああ、そんなことを言われたっけ。今だから言うけど、私、ずっと翔くんのことが好きだった。え?エリの突然の告白に、俺はここ最近で一番の大声を出してしまった。転校してきた私に優しくしてくれたのが嬉しくて、一緒に登下校する時間が本当に楽しかった。だから、高校も翔くんを追いかけて同じ学校に行ったの。でも、高校では私たち、どんどんすれ違ってきてたよね。それでも2年になって同じクラスになれたから、また仲良くできるかなって思ってたけど、翔くんは学校ではずっと寝てるし、話もほとんどできなくなっていって、翔くんが勝手に遠くに行ったような気がして、なんとなく裏切られた気持ちになってきてたの。私の勝手な気持ちだけどね。当時のエリも、俺と同じ気持ちになっていたのか。じゃあ、大学を同じところに行ったら、また一緒の時間を過ごせるようになるかなって思っていたのに、翔くんは大学には行かないとか言い出したから、なんかもう頭に来ちゃって。だから、人生甘くないとか、偉そうに言って、自堕落な人とか言ってしまいました。反省しています。なぜか最後は敬語になったエリに、俺は笑ってしまった。それに、学校ではほとんど寝てたくせに、翔くんはいつも成績がトップで、本当にずるいと思ってたんだから。高校も授業ではちゃんと起きるようにしてたし、成績が落ちたからって怒られるのも嫌だったしな。こう見えても、一人でちゃんと勉強はしてたんだよ。両親からは、高校はちゃんと卒業するなら、何してもいいからって言ってもらってたからさ、最低限の成績はキープするようにしてたんだ。あの時は起業の準備と勉強とバイトですごく大変だったのを思い出す。それでも充実した日々だったな。高校の先生も成績さえ良かったら特に何も言わないもんね。まあ、頼むから大学に行ってくれとは言われてたけどな。そりゃ、成績トップクラスが大学行かないなんて進学校からしてみたら勘弁してくれよってなるでしょうね。実際、先生が私に、翔に大学に行くように説得してくれなんて言ってきてたもん。エリにまで?先生も必死だったんだな。それから俺とエリは、高校の時にお互いにすれ違って、話すこともなかった時間を埋めるくらいに、思い出話で盛り上がった。俺も、高校の時に、エリが学校内でどんどん人気者になっていったのが、なんか、エリが遠くに行ったような気がしてたんだよ。俺がそう言った時、エリが思わずつぶやいた。私たち、お互いにあの時素直に気持ちを伝えていたらすれ違わなかったのかな。そうかもしれないな。俺があの時実は起業するんだと言っていたら、エリはどんな反応をしていたかな。応援してくれただろうか、それとも辞めるように言っていたのだろうか。少しの間、俺たちの間には沈黙が流れた。なあ、エリ、俺たち、もう一回、友達からやり直さないか?え?エリからの告白、正直、すごく嬉しかった。俺たち、高校の時にすれ違って、友達としても終わってしまったけど、もう一回友達からやり直して、また、エリと楽しく過ごしたいなって思ったんだ。
俺の言葉にエリはなぜか泣きながらうなずいてくれた。うん、私たちもう一回やり直そう。それから俺とエリは同じ会社の社員として、友達として、もう一度過ごすことになった。二人で食事に行くこともあれば、誠一や他の社員のみんなと食事に行ったり、みんなで遊びに行ったり。エリは昔と変わらず無邪気で可愛く、それこそ喧嘩もしたりしたけれど、エリと過ごす日々は楽しかった。そのうち俺はエリのことが好きで、もっと一緒にいたいと思うようになっていたのだった。決め手になったのは、二人で飲んでいた時に酔っ払ったエリが言った言葉だった。私のこれまでの人生で一番楽しかったのは、中学の時の翔くんと一緒に歩いた登下校の時だけだもの。え？誰かと付き合っても、やっぱり楽しかったのは翔くんと過ごす時間だったなって思ってしまうんだよね。それ以上は聞けなかったけれど、自意識過剰かもしれないが、これだけ俺のことを思ってくれていたのかと素直に嬉しかった。エリには彼氏がいないと以前から聞いていたので、何度目かの二人での食事の時、俺は思い切ってエリに告白することに。友達と過ごして、俺もエリが好きだと改めて思ったんだ。俺と付き合ってもらえますか？と言ったら、はい、とエリはすぐにうなずいてくれて、俺たちは交際をスタートさせた。それから約1年、今日はエリと俺が付き合い出して1年目の記念日だ。俺は今日エリにプロポーズをすることを決め、王道中の王道のプロポーズ大作戦を考えた。会場は綺麗な夜景が見えるレストラン。サプライズでのプロポーズを予定しているため、レストラン側とも打ち合わせはバッチリして、準備は万端だ。食事の途中で俺は席を立ち、タキシードに着替える。自分でもさすがに格好つけすぎかなとは思ったけど、せっかくのプロポーズなんだからと自分を奮い立たせる。そして席に戻った俺はエリの前に膝をつき、エリ、君を絶対に幸せにするから俺のお嫁さんになってくださいと言った。エリは涙を浮かべて、はい、よろしくお願いしますとうなずいてくれたのだった。自分のやりたいことを優先してしまった俺は、一度大切なものをなくしてしまったけれど、もう一度やり直すことができて、こうして幸せをつかむことができたのだ。これからの自分にとっての優先事項は、エリとの時間にしたいと思う。まだまだ若い俺は、まだ優先事項を間違ってしまうかもしれない。それはエリも一緒かもしれない。今度はお互いにすれ違わないように、二人で言いたいことを言い合ったり、一緒に考えながら人生を歩んでいきたいと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。響き渡る電話の振動音、止まらない着信、抜ける髪の毛、昼飯を買ってこいという言葉。数々の負担は僕の中でストレスとなって重たくのしかかっていた。その原因はすべて一人の鬼上司にある。こんな状況、もしかしたら抜け出してやめてしまう人だっているかもしれない。でも僕はやめるわけにはいかない。ずっと抱き続けてきた誓いのためにも。だから僕はあることを実行することにした。数々の重役がいる会議の中、携帯電話のスピーカーをオンにして、すみません、聞こえなかったです、もう一回言ってもらってもいいですか。
僕の名前は奥村宗氏、俗に言うエリート。いやいや、そんな調子に乗った挨拶はきっと嫌われることだろう。だって別に超絶頭がいいわけではないし、カリスマが光る天才というわけでもない。でも世間一般にはエリートと表現されることがしばしばある。それは僕がいわゆる大手の商社に勤めているからだ。そしてみんなが希望する大手大企業に実力だけを武器にして入社できたことは僕の自負となっていることでもあった。そんな僕の勤めるこの企業は各世界から酒類を輸入し、日本各地に輸送販売を行っている会社だ。僕は小学生の頃からずっとこの会社に憧れを持っていた。そして高校大学と進学し、そのまま就職活動を経てこの会社に入社した。バリバリのハングリー精神は持っているものの、基本的に穏やかな性格の僕、誰に対しても分け隔てなく平等に接することができるので、いつだって物腰の柔らかな印象を持たれることが多かった。そんな裏表のない性格のおかげだろうか、入社してすぐさま先輩や同期たちと打ち解けることができた。いい同期たちに恵まれて僕は思いっきり仕事に精を出すことができているのだった。こうして入社から数年後、自由な職場で僕はめきめきと仕事のノウハウを身につけ成長し、能力を伸ばすことに成功した。自分で言うのもなんだが、同期からも一目置かれる存在となることができていると思う。頼られることが増え、その度に期待に応えられるような人間になろうと思うのだった。社員や同期の中には少なからず僕の成功に嫉妬している人はいるらしい。でもそれは妬ましくて疎ましいといったマイナスな意味合いではなく、自分もそうなりたいといったプラスの感情に起因するものだと同期が教えてくれた。僕もみんなから刺激をもらいながら過ごしているだけに、僕自身も誰かの働きのモチベーションに慣れているのなら、それより嬉しいことはない。社員が皆一丸となって高め合うことができるなんて最高じゃないか。だから僕は同期たちが大きな仕事に当たるとき全力で応援するし、ちょっとでも困っていたらすぐに声をかけて手伝ったりしている。すると自然と何かを相談されることも増え、一緒に悩んだりしているうちに慕われることが多くなったのだった。僕自身もみんなの力になれることは嬉しいし、ウィンウィンの関係だと思う。周囲から成人と呼ばれていることに気恥ずかしさを感じる以外は概ね満足しているのだった。それに加えて最近、営業部長や他の課の社員に声をかけられることが多くなったように思う。例えば彼らが会議のためにこちらの部署に来た時などは、雑談を交えながらいろんな会話をするのだ。その中で、努力を絶やさない志の高さを評価しているよと営業部長に言われた時は、本当に涙が出そうになった。努力が報われているのを実感した瞬間、もっと頑張ろう、評価されているのを感じるたびに心からそう思うのだった。そんなこんなで充実した日々を送っている僕だが、実はこの度はある年末企画の担当に選抜された。うまくいくと会社の利益に最も大きな影響を与える一大プロジェクトである。今まで担当したことがないレベルの事案なだけに多少緊張はしているものの、これは自身の今までの頑張りを形にする絶好のチャンスだと思う。何が何でもやりきってみせようと過去一の気合が入るのだった。しかし僕のこの気合とは裏腹に、あまりやる気のない人物が一人いた。それは上司の青木課長である。彼は独善的な人間で、基本的に自分の業務以外には極力関わろうとはしない。いや、それはまだマシな方で、むしろ自分の仕事を他人に押し付けて楽しようとするところさえある人間なのだ。だから課長は定時に帰っているのに部下の多くが残って仕事なんてシチュエーションは部署の中では日常と化していた。もちろん僕はこの現状をよく思ってはいない。できることなら一言口を出したいと考えていた。でも実際彼は僕の上司で立場が上なのだ。しかも他の課長曰く、
彼には大きな後ろ盾があるのだという。これは休憩時間の愚痴のついでに聞いた話なのだが、どうやら彼は社長の知り合いの人の息子らしいのだ。しかもその知り合いが会社の株の半分以上を保有する筆頭株主で、社長は息子を入社させてほしいと個人的に頼まれたということだった。とはいえ社長も本当は皆平等に審査すべきとの考えにより断りたかったそうだ。でもそこは会社と社員を抱える人間がゆえの苦悩があったのだろう。最終的にはリスク等を考えれば相手の要求を聞き入れた方が良いと判断したそうだ。その結果、青木課長はコネ入社という形で会社に入ってきたということだった。最初は社長も彼の能力を疑っていたそうだ。だから入社直後、仕事自体に問題なかったことには心底ほっとしたようである。だが問題はそこからの伸び率にあった。どうやら彼は入社してからずっとそこそこできるを維持していたようである。ハングリー精神といったものは全く見えなかったらしい。そうとなれば課長に昇進することなどは普通ありえない。だが不幸なことに彼の同世代と上の世代の人の中にも優れた人材はいなかったのだ。その結果、消去法で彼が次の課長に決まることとなったのだった。それから数年間、彼はこれといった実績を残すことなく課長を全うしていた。他の課長曰く、彼の口癖は楽して稼ぐのが一番だったようだ。当時入社したての僕もなんとなく彼のそんな考え方を感じていた。しかしこの空気感も最近になって一変する。というのも、ずっと横ばいだった彼の担当する課の業績が近年徐々に良くなっていったのだ。この変化に社長は大喜び、青木課長のことをやればできる人物として高く評価したのだった。でもそれは真実とは少し違うのが現実。この結果の本当のところは、その課に属する社員たちが優秀だったからなのだ。結局のところ、彼は今までと同じでほとんど仕事をしていないのが現状だった。もちろんそのことは他の課長もなんとなく知っている。ゆえに彼の同期や同じ役職の人たちからはあまりよくは思われていない。むしろ不満を増長させているのだった。僕にこの愚痴を言ってきた別の課の課長も積もる不満を抱えていたようだ。なんかな、やってらんねえよなと、ため息まじりに笑った後、仕事に戻っていったのだった。僕はこの問題には本当に頭を抱えていた。上司だからといって意見を口に出せないのは間違っていると思う。そもそもそんな人が課長で大丈夫なのだろうか。僕はいろんな信念を持ってこの会社に入社したのだ。それなのに部署はこんな状況で自分の理想を叶え誓いを果たすことはできるのだろうか。というかもはやここで働いてて明るい未来はあるのだろうか。考えれば考えるほどごちゃごちゃになる思考。休憩時間はまだ20分以上残っていたが、リラックスして休息を取る気にはなれなかった。こうしてしばらく頭を悩ませていた僕。その時、携帯から着信を知らせる音が辺りに響き渡った。タイムリーなことに、その着信の主は青木課長だった。電話に出て、お疲れ様ですと言おうとした僕の上から言葉をかぶせる青木課長。彼は、昼飯を買ってこいとだけ言って電話をブチッと切ってしまった。また全く業務と関係のない用事の命令である。こんな命令が日常的なので僕もいい加減うんざりしていたし、ちょうど彼のことを考えていたところだったので、本心は自分でしてくださいと言いたくてたまらなかった。でもここで断ってもこの瞬間面倒なことになるだけで何も解決はしないだろう。そう思ってしまった僕は、またもや犯行を諦め、彼の言葉に従ったのだった。青木課長のこういった毒牙は、僕以外にも向けられている。地味な負担や解決の術がない負担は、時としてものすごく精神的に負荷をかけるものだ。そのせいか、ここ最近、
先輩や同期たちの中に白髪が増え始めた人もいるようだ。もちろん全部が全部そのせいではないだろうけど、みなそれなりに大きな不満を抱えているのが現実。僕たちはみんなそろそろストレスが限界だった。本当はこの問題にもきちんと取り組むべきだろう。でも今の僕は正直余裕がなかった。何でも例の大企画が本格的に動き始める時期が近いため、最近は仕事がとても忙しくなっているのだ。日々の仕事をこなすだけでも精一杯といった感じだった。だがそんな中でも青木課長は変わらず問答無用で、自分の仕事を押し付けてくる。そしてみんなが疲れ果てながらも働いている中、彼だけが平然とした態度で定時退社していく。毎日窓の外から悠々と帰っていく青木課長の後ろ姿を見ていると、課長に対する愚痴や怒りが爆発してしまいそうになる。やはりこのままでは僕のいる課はやばいだろう。深いため息をつきながら、どうすることもできない焦りに憤りを感じる僕たちだった。そんなある日のこと、ついに企画の始動が近づき、僕は会議やミーティングに出席することが増えていった。僕だけでなく部署全体が大忙し。そんな中でみんな達成感とやりがいを求めて一生懸命に働いていた。しかし明らかに人が忙しくしているのがわかるような状況でも、青木課長の雑務を押し付ける行為は止まらない。僕の場合は会議中でも全く気にせず何度も電話をかけてきた。もちろん会議中なので一度はスルーする。しかし何度も何度もしつこくかけてくるので、見かねたミーティングの参加者が、どうぞ出てくださいと言った。僕は彼らに礼を言い、すぐさまそれに出る。こちらがもしもしという。向こうの第一声は、はよ出ろやだった。さすがにこの言い方には怒りを抑えられなくなった僕、この時ばかりは未だかつてないくらいの口調で強く言い返してしまった。こちらは会議中です。要件は何ですか？これからは緊急性の高いもの以外は電話をかけてこないでください。迷惑です。息を継ぐ間もなく一気に行った感覚。それを聞いた青木課長は電話の向こうで若干驚いた様子を見せていたが、結局、俺にも俺の考えがあるんだよと冷静ぶった態度で舌打ちしながら答えた後、何も中身のないことをペラペラと喋り始めた。その瞬間、こいつはもうダメだ。この時の僕の頭の中はそんな感情でいっぱいになった。なんとか気持ちを落ち着け電話を切り、会議を再開した僕だが、心の中は愕然とした気持ちでいっぱいだった。しかしその後も青木課長の行動は変わらない。何事もなかったかのように雑用を押し付けたり、本人の仕事を無言で僕たち部下の机の上に積み上げて、やれと言わんばかりに指差しをしてくる。ストレスはどんどん加速する一方だった。そんなある日のこと、頭がいっぱいになった僕が自分の髪の毛をかき上げながらため息をついた時、衝撃的なものが目に飛び込んできた。それは自分の手である。髪に触れた自分の手をふと見たところ、そこにはたくさんの髪の毛が絡まっていたのだった。どうやらストレスが溜まりすぎて毛が抜け始めているらしい。疲れで汗ばむ手に数えきれない量の毛、抜け落ちた毛の数だけ僕の中の精気が消えているような感覚になった。そのあまりのショッキングな光景に僕は自分のことを憐れんでしまった。それと同時に全てが馬鹿らしく思えていた。そんな僕は自分の気持ちとは相反して口を大きく開けていた。そしていきなり大声で笑い出してしまった。掃除が壊れたと周囲の人が本気で心配してくれる。中にはそんなになるまで無理したらダメだよ、もう転職とかも視野に入れた方がいいとまで言ってくれた同僚もいた。みんなに解放されながら何とか落ち着きを取り戻した僕は、はは、考えておくよとだけ言った。でも本心では絶対にやめられないなと思った。
あの日の誓いを果たすためにも、辞めるわけにはいかない。僕は、一人でに心の中で、つぶやいたのだった。こうして、忙しい日が過ぎる。ボジョレーヌーボーの解禁日を、間近に控えたある日のこと。企画の進行の中でも、特に大事な会議が開かれることになった。この日のために、僕は念入りに情報を集め、整理し、グラフなどにまとめて、立派な資料を作成してみせた。青木課長の影響で、会社の時間だけでは出来上がらないと思った僕は、自宅に持ち帰ってまで、資料作成を行ったのだった。この提案のプレゼンが終われば、僕にとっての山をようやく越えられる。そうすると、多忙なシーズンの後の、ゆったりとした年末を迎えることができるんだ。社会人にとって貴重な休日を満喫してやるんだと、僕は気合を入れて会議に臨んだ。会議には会社の役員が次々に集まってくる。営業課の課長数名から部長、企画部長、そして専務。他にも経理部や販売促進部、広報部など、各専門分野に特化した役員や重役が勢揃いだった。僕は緊張には強い方だが、これらの面々を前にすると、さすがに緊張するだろうと思われた。しかし、いざ会議室に行ってみれば、意外とみんな、ワイワイと会話している。和やかな雰囲気に、僕もほっと気を緩めたのだった。しかし、会議が始まってみると、雰囲気は一転。皆の目つきは一気に鋭くなった。急激な空気の変化に、僕は戦慄し、手を震わせていた。しかし幸運なことに会議は順調。この日の会議は僕だけが喋るのではなく、皆が真剣になって話し合う空間となっていた。しかしそれは言葉を変えて言えば、ほんの少しの雑音でさえ気を乱す原因となるということである。会話が飛び交う中でも、ある種の独特の張り詰めた空気感を皆感じていた。そんな中で、僕の持っている社用の携帯がずっと振動を続けていた。こっそり画面を確認してみる。すると予想通り、やはり青木課長が鬼電を入れていたことが分かった。もちろんこの電話の振動は参加者にも伝わっている。僕はこれ以上の迷惑を避けるため、皆に断りを入れて会議室の外へ出た。電話に出てみると、何より先に遅えんだよと怒鳴り声が聞こえてきた。そんな彼の要件は、昼飯を買ってこいである。大事な会議をしているので無理ですと淡々と答える僕。しかし彼は、そんなクソ会議は抜け出せ、俺の要件の方が優先順位は高いんだよと言い放った。その言葉にスーッと肩の力が抜けていく。それは今まで我慢を可能としてくれていた何かが壊れたような感覚だった。そして静かに会議室へと戻る。皆、僕のことを一斉に見ていた。どうしたの?と言わんばかりに、キョトンとした表情をする営業課の課長たち。僕は無表情のまま、携帯をそっと会議室の机の上に置き、周囲に聞こえるようにスピーカーをオンにした。大きく息を吸い、口を開く。そして、すみません、青木課長。ちょっと電波が悪かったみたいで、と言った。すると、青木課長は何も疑うことなく、クソ会議抜け出せ、飯買ってこい、と言った。大事な会議なんです。会社の利益に大きく関わるものなので、それは難しいです。はあ?お前程度の小物が参加するような会議、どうせ大したものじゃないだろ。それより、俺の命令の方が優先順位度は高いんだよ。そのクソ会議よりもな。あたりの空気は未だかつてないほど張り詰めたものに変わっていく。この空間に響くのは、息を呑む音と、青木課長の怒声と罵声だけだった。これを聞いていた役員全員が、怒りに拳を震わせる。こめかみも真っ赤に染め上がっており、今にもブチ切れる寸前だった。それを見た僕は全力で、落ち着いてくださいと言わんばかりにジェスチャーする。ことを察した各位が、
僕を哀れみに満ちた目で見る。何も知らない青木課長は、わかったか、10分以内に買ってこいよ、と言って電話を切った。電話が切れたのを確認した僕は改めて口を開く。というわけで自分は一旦離席します。皆顔をへの字にさせながら、どうしたものかとしていたところ、一番に反応を示したのは会議室の中で一番立場が上の専務だった。これは私の責任でもあるな。あのような人のために自分を犠牲にする必要もない。彼にまた何かされたら今度は私に電話をしてきてくれ、と言って連絡先を渡してくれた。僕はその対応に一礼をして会議室を離れていった。後日、青木課長が何やらオフィスでわめいていた。なんでこの俺が降格処分なんだよ。そして怒りを周りの同僚にぶつけながら理由を聞いて回っていた。その時に僕は感づいてしまった。きっとあの時のことが原因だろう。そんな僕のかすかな表情を見逃さなかった青木課長がこちらに向かって理由を問い詰める。僕はただ一言、可能性があるとすれば専務でしょう、とだけ言った。どうして専務がいるんだよ、と尋ねられたので、僕は企画の会議に彼も参加していたことを伝えた。青木課長はろくに会社の業務を把握していなかったため、僕が参加した会議に重役たちが勢揃いしていたことを知らなかった。お前、余計なことを喋っただろ、と僕の肩を強く揺らす青木課長。もう何かの糸はとっくに切れていた僕は、せっかくだしここで使ってみようと電話を取り出した。そしてある人のところへ電話をかける。その相手は専務だった。しかし青木課長は僕が誰に電話をしているのか知らない。こちらを睨みながら舌打ちをしている前で、ちょっと今問い詰められてしまいまして、と現状を説明した。そして電話を切った瞬間、彼は、誰に電話したんだ、と言って僕の携帯を地面に投げつけた。その数分後、専務がやってくる。それはちょうど青木課長が僕の両肩をわしづかみにしているところだった。僕からの説明は不要ですね、青木課長。睨みつけながらそういう僕の声は今までで一番冷たく尖っていた。その後淡々と彼の所業の数々は専務によって指摘されていく。叩けば叩くほど問題行動が飛び出す始末。青木課長はその場に正座して専務の声に怯えていた。後日、青木課長は左遷となった。それもかなり遠い地域、出世の道がないとも言える地方の支社の平社員になった。加えて僕の携帯の弁償も加わり、大きな出費となったことだろう。しかし青木課長がいなくなったことで、オフィスの雰囲気が一気に明るくなった。もう誰もいびられない世界、見違えるほどに良い職場となっていった。そして空いた課長の席には僕が座ることになった。思いもよらぬ結果でついた課長職だが、与えられた役職にふさわしい成果を残そうと皆と共に日々仕事に励んでいるのであった。ここで少し小学生の頃の話をしようと思う。僕が小学生だった頃、一人の不思議な老人と出会った。僕がいつも一人で遊んでいる公園のベンチに腰掛けて、その人はぼーっとしていた。はじめは数日のことだけだろうと思っていた。しかしそれは数ヶ月もの間続いた。あの人は一体何をしているのだろう。気になった僕はそのおじいさんにどうしたのかを尋ねた。すると彼は、君はいつも一人でここで遊んでいるね、という。逆に、友人はどうした、と尋ねられた。友人とは学校で遊んだ。実はこの時の僕にとって、帰宅後に一人で静かな公園に出かけ、街の音を聞くのが趣味のようになっていた。そのことを伝えると、
不思議な子だな、とおじいさんに驚かれた。それからというもの、僕は公園に来るおじいさんとよく話すようになった。最初は会話だけだったけど、いつしか僕は自分の小遣いで買った駄菓子を持って行ったりもしてあげた。そんな日々を過ごしていくうちに、ぼーっとしていたおじいさんの表情が日に日に明るくなっていった。少しばかり活発になった彼は、ちょっと罪なことをしようかと言って、彼のお金で駄菓子を大量に買って二人で食べたりもした。半世紀近く年が離れている。しかし僕たち二人はいつの間にか友人関係のようになっていった。そのうち僕が友達を連れて老人に会いに行くことも増えた。おじいさんはとても楽しそうに子供たちと戯れていた。そんなある日、僕は尋ねてみた。どうしてあそこでいつも一人でぼーっとしていたの？と。すると彼は、ははっと笑いながら、年寄りになると、ああやって考え込んでしまう時間が来たりするものだよ。あの公園は落ち着く場所だからね。ちょうどよかったのだよ。と言った。もちろん何のことかさっぱりわからなかった。でもなんとなく、その続きを聞くのをやめた。その後、いつものように公園で遊んでいた僕だが、父が迎えに来た。そしておじいさんの姿を見た瞬間、父はカチコチに固まってしまった。老人に対してかなりぎこちなく挨拶したり、大人の言葉を並べていたりする父。思えばあの大人の言葉は全部社交辞令だった。当時は社交辞令なんてものは知らなかった僕だが、なんとなく空気感で感じるものはあった。もしかしてこのおじいさんはすごい人なのかも。そう思うと僕の心は踊り立つような気持ちだった。それからというもの、おじいさんと僕の距離はどんどんと縮まっていく。母の提案で彼を家に招き入れて、一緒に食事することにまでなった。母は自慢の料理を振る舞って満足そうにしていたが、父はなぜか表情が凝り固まっていた。その後日、彼は目玉が飛び出るほど高級な和牛のスライスを持ってお礼しに来た。父はやたらと、ありがとうございますと言っていた。母親はすごく喜んでいたし、おじいさんも優しく微笑んでいた。その日の晩、僕はついに父に彼の正体を尋ねた。そしてその人が大企業の会長を務めていることを知った。だが当時の僕にとっての会長とは、生徒会長とか委員会長とかといったものを指す言葉だったので、あまり凄さは分かっていなかったのだろう。すごい！かっこいい！とだけ思った記憶だ。次におじいさんに会った日、会長であることを本人に尋ねたところ、彼は、よく知ってるね。と笑っていた。もしかしてパパと同じ会社なの？そうだよ。いつも君のお父さんやみんなに助けられているよ。そんな回答をもらった時、僕の中で一つの夢が生まれた。なら僕も将来おじさんの会社で働く。そしてパパたちと一緒におじさんを支えるんだ。おじいさんはははは、と楽しげに笑いながら、少年よ、大志を抱けとはこのことだな、と言う。そして、じゃあおじさんのやり残したことを君に託すとしようかね、と言いながら僕の頭を撫でた。何のことかさっぱりだった僕は、しかしおじいさんが嬉しそうに笑っているからいいやと思った。しかしそれから間もなくして彼がパタリと公園に来なくなった。あんなにずっと来ていたのにおかしい。僕は父にどうしたのか尋ねた。すると父は難しい顔をして、あの人は遠くに行っちゃったんだよ、と言った。言葉を深読みできなかった僕は、僕を置いていくなんてひどいな、と漠然と思った。その父の言葉を理解したのは葬式が行われた日である。僕も父と一緒に参列することになった。棺の中で眠るおじいさんがなんだか不思議で、僕はそっと彼の手に触れた。
すると、その手が恐ろしく冷たいことを知って、驚く。いつも撫でてくれた温かさは、そこにはなかった。そして、周囲の人たちが涙を流し、棺の中にたくさんの花や果物を入れていっているのを見て、すべてを悟った。その瞬間、僕は号泣した。号泣しながら、僕、絶対おじさんの会社に入るから。入って、おじさんのやり残したことを終わらせるから。と誓った。これが少年だった僕が、人生で初めて男の誓いを立てた時だった。それからというもの、僕にとっての憧れの人物像は、あのおじいさん。どうすれば彼のような考え方ができるのだろうかと、毎日のように考えるようになった。そこで僕は、人間の性についてより深く知るために、哲学を学ぶことにした。こうして、考察と勉強を重ねていった結果、生み出された結論が、人と人は合わせ鏡のようなものである。一方が好意を表に出せば、相手も好意を返す。それは、逆もまた叱りなのだ。だから僕は、自分がされて嬉しいこと、相手がされて嬉しいことを意識しつつ、行動するようになった。その理念をもとにした行動を積み重ねていくことで、いつしか、成人と呼ばれるようになっていったのだった。また、僕宛に書かれた、おじいさんの遺書の中には、彼の、やり残しが綴られていた。それはワインを飲むこと。おじいさんは起業したばかりの頃、成功した後に栓を抜くと決めていた一本のワインを保管していたのだった。本当は全国展開を果たし、会社を日本一の酒屋にした後、引退前に飲む予定だったが、君が私の会社で大きく成長した後の褒美としてワインを取っておくことにしたよ。そして、そのワインが入った金庫の暗証番号も、君にだけ教えてあげよう。二人だけの秘密だよ。と、残したおじいさん。ちなみにその金庫は、今でも開かずの金庫として、会社の上層部の人たちの間で知られている。何が入っているのかを知るのは、もはや僕だけである。僕と前社長の間には、こうして受け継がれた。誓いがあるのだった。僕が課長になってから数年が経過した。年齢は30を少し過ぎたあたり。あれからも仕事に励んだ結果、僕は今や営業部長の肩書きをもらっていた。それでもまだ目標まではずっと遠い。僕は次なる昇進を目指して忙しい日々を過ごしているのだった。そんな時、僕は一人の女性と出会った。新卒の女の子である。手に書類をたくさん持っている時、僕にぶつかったのがきっかけだった。大丈夫？と尋ねる僕に彼女は、はい、すみません、と答える。随分と恐縮しているようだった。僕は一緒に書類を整理し、彼女のオフィスまで運んであげることにした。そして彼女の席の上に書類を載せた時、思わず僕から微笑みが漏れた。というのも彼女は、かつて僕が所属していた課の人で、席も僕が使っていたところと同じだったのだ。勝手に懐かしさを爆発させている僕に彼女は、どうしたのですか？と不思議そうな顔を向けていた。そんなことがありながらも、部長としてあちらこちらへと動き回る日々。ちょうどそんな時に、年末に向けた大きな企画の話を営業企画部の部長に持ちかけられた。そういえばもうそんな時期である。時間の経つ速さを改めて感じた。実は試してみたい新人の子がいるんだよね、という営業企画部部長。どんな子なの？新卒の子なんだけど、能力は期待できる。ちょうど昔の君みたいにね。お世辞か本気かわからないけど嬉しかった。しばらくしてその新卒の子が挨拶に来た。するとびっくり、なんとその子は先日書類を運んであげた子だった。僕を見るなり、営業部長？と彼女は少し驚いていた。それからは会議で彼女のプレゼンを何度も聞くことになる。
他の社員とは違い、芯があって発言に責任感と覇気がある。聞く者を納得させる上に立つ者の素質があった。彼女の作った資料とプレゼンを見た他の人たちは皆感心していた。そして彼女は会議が終わると必ず僕に、今日のアドバイスをお願いしますと聞きに来るのだ。最初は軽く教える程度だったけど、あまりにも熱心に、そして毎度聞いてくるものだから、僕は自分の持っている経験や知識を全て彼女に教え込むつもりでアドバイスを送った。それらをすぐに自分のものにした彼女は驚くほどの速さで成長した。君の努力は凄まじいね。俺なんかもすぐに超えていきそうと言いながら、僕はねぎらいの意を込めて彼女にうな重をおごることにした。これで実力も業績もうなぎ登りなんつって、店でうな重に手をつける直前に口走ってみた。若い女性には親父ギャグは受けなかった。しかしその日から僕と彼女の関係性は少し変わった。高校生時代のゆるい先輩後輩のような関係、もしかしたら親父ギャグの効果だろうか。そんなことはさておき、彼女のプレゼンは最重要の会議でも好評を得ていた。この頃になると僕の指摘も輪をかけて熱心なものに変わっていた。いつかの会議の後、彼女は僕に尋ねた。どうして私にここまでよくしてくれるんですかと。僕は、昔の自分を思い出したのさ。けど俺の目はきっと君ほど輝いてはいなかったと思う。単純にまっすぐなその目が綺麗だなって思ったから手伝いたくなっただけだよと答えた。何ですかそれと言いながらも、彼女は優しく微笑んでいた。結局年末の企画で好成績に貢献し続けた彼女は若くして課長にまで昇級した。優秀な人材を多く確保できた商社はこれまでにない業績を残して飛躍。数々の頑張りを認められた僕は営業部長から営業統括部長に昇格した。それからは亡き社長が目指していたことに立ち向かった。全国展開を成し、日本一のお酒関連の商社にするために数々の戦略を練った。挑戦を繰り返していくうちに、会社は全国展開の一歩手前にまで成長。もう少しで線を抜く日を迎えられそうですよ会長と、亡き社長の墓の前で手を合わせながら話しかけたのだった。百聞は一見にしかず、もし少年だった僕があの時彼が亡くなったことを目の当たりにしていなければ、人が歩んだ奇跡と人生の終わりについて真剣に考えることはなかっただろうと思う。大切な何かを喪失する心の痛みは涙を流さねばいけないほどに辛いものけれども、それだけ鮮烈に感情が燃え焼き付くことで初めて立てられる誓いと覚悟がある。それは少年だった僕に大志を抱かせ、そして今もなお前へと進ませ続けている原動力だ。人は一人では生きていけない理由を僕はちょっぴり理解したのかもしれない。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。うわ、中卒が来てる。バカ面すぎてこっちまでバカが映りそうだわ。それに中卒は子供までバカ面なのね。嫌になっちゃう。息子と高級鉄板焼きに行った俺たち親子、すると学生時代から俺を見下す帰国子女の美人同級生と再会してしまった。彼女は外国人彼氏と同伴しており、何やらフランス語でニヤニヤしながら話している。雰囲気だけでも俺たち親子の悪口を言っていることがひしひしと伝わってくる中、突然席を立った息子が彼女たちに向かって言い放った。お姉さん、お姉さんたちの言ってることを全部わかるよ。そしてこの後すべてを解釈し、俺たちの正体を知るや否や、同級生は息子の言葉に青ざめることになる。いい？明日から会社にお姉さんたちの席ないから。
追い打ちをかける息子のセリフ。そう、同級生と外国人彼氏が顔を青ざめさせてまで驚く俺と息子の正体とは。俺の名前は中島純。学生時代からおとなしくて引っ込み思案な性格の男子だった。その上運動神経が悪く、運動会ではクラスの足を引っ張るほどの運動音痴と言っても過言ではないほど。だから体育の授業では他の子に馬鹿にされてばかりだった。けれど、そんな俺でも唯一打ち込めることがあった。それは勉強だ。勉強は運動神経を問われないし、人とあまり関わらなくても自分で進んでやれるから好きだったのだ。だから勉強の成績だけはいつもトップクラスだった。だが、おとなしい性格につけ込まれたのか、小学校時代からよくクラスメートにからかわれたり、嫌なことを言われていた。その嫌がらせは中学になっても続いた。中でもパリからの帰国子女、近藤陽子は特に頻繁に嫌がらせをしてきた。勉強がちょっとできるからって何？あんた生意気なのよ。陰キャすぎてキモいんだから、私の席と変わって。あんたは寒い窓際の後ろの席よ。クラスの席替えが終わった後の休み時間に、近藤はわざわざ俺の席に来て席を変われという。席替えのくじで当たった場所が不服だったのか、一番交代してくれそうな俺に言ってきたみたいだった。俺は別に窓際でもどこでもよかったので、言われるがまま席を交代する。近藤はその俺の態度すらも気に食わなかったみたいで、何か言いたげにしていたが、友人に呼ばれると、あっという間にそちらへ向かっていった。まったく、席替えぐらいでギャーギャーと困った女子だ。他の奴らも、近藤ほどではないにしても、俺相手なら要求を通せると思ってか、無茶を言ってくる奴は後を絶たなかった。掃除当番を無理やり代わらされたり、変な替え歌を作って歌われたり、テストで俺の名前が上位に張り出された後などは、特に嫌な思いをすることが多かった。それでも、俺は言い争ってみんなに勝てる気もしない。中学の3年間をずっとおとなしく耐えることで過ごすしかなかった。そのまま中学を卒業した俺は、みんなに俺の行く先を知られないようにしようと思い、中卒で働くと言い残して、遠い町の高等専門学校へと入学した。高等専門学校に行きたい？あなたがそう言うなら、もちろんいいわよ。母さん応援してるわ。嫌がらせをしてきた中学の同級生たちと、これ以上関わりたくないのももちろんあったが、普通の高校ではできないような深い学び方をしたかったので親に相談したら、心よく OK が出た。やりたいことがあるならやってみなさい、と応援してくれる両親で本当に良かったと思う。行ってみてより感じたのだが、高専の深くて広い学びは、勉強好きな俺に本当に合っていた。中でも、プログラミングを集中的に学び、俺は勉強を重ね続けて、とあるプログラミングの大会で賞を取ったこともあった。中島くんってすごいんだね。びっくりしちゃった。賞を取った俺に声をかけてきた女子は、愛坂愛花。同じクラスメイトで、とても明るい女子だった。クラスメイトの中でも、彼女はマドンナ的存在で勉強もでき、俺たちは話すうちにすぐに仲良くなっていった。え？中学時代嫌がらせをされていたの？中島くん、おとなしいけれど勉強できるし、私は話していてすごく楽しいよ。俺は愛花とは真逆の性格だったが、そんなところもひっくるめて俺の魅力だと言ってくれた愛花とは、間もなくして恋人同士になる。
人と接するのは相変わらず苦手だけれど、まるで花が咲くように笑う愛花だけは心を許せた。お互い勉強ができることもあって話も合い、俺の個性を好きだと言ってくれる愛花。俺もそんな愛花が好きだった。俺は勉強と青春、その両方で高校生活を十分すぎるほどに楽しんだ。高専卒業後は、もちろん愛花との交際も続けながら、得意なプログラミング技術を活かすため、IT 系の会社へ就職した。その IT 系会社では、社内の連絡はすべてチャットなど、非対面ツールだったので、人と接することが苦手な俺にとっては、とてもやりやすい環境だった。仕事自体も、忙しいながらもやりがいのある日々。就職してからの数年はあっという間に過ぎた。今までずっと俺と一緒にいてくれて本当にありがとう。愛花が良ければ、俺と結婚してください。はい、喜んで。こちらこそよろしくね、純くん。お互いの仕事が落ち着いてきた頃で、俺は愛花にプロポーズをすると、見事 OK をもらい結婚もした。さらに結婚して数年後、二人の間に子供ができると、その子の名前は愛花の希望で大輔と名付けられた。大輔は歌よりも抱っこよりも、とにかくお絵かきが大好きな子だった。いつもは愛花か俺がクレヨンとノートを準備してあげるのだが、いつの間に覚えてしまったのか、まだ乳幼児だというのに、気がつけば自分でクレヨンとノートを用意し、絵を描いていたこともあった。そんな大輔の成長が微笑ましい日々は、ある日突然に幕を閉じた。俺たちにこれ以上ないほどの悲劇が起きたのだ。休日出勤に出た愛花が、建築現場から落ちてきた鉄板の直撃を受けて亡くなってしまったのだ。どうして？どうして愛花が？パパ、ママはどこに行ったの？僕たちを置いてお空に行ったなんて嘘だよね。大輔。子供ながらに母である愛花がいなくなったことに気づいて、信じたくない気持ちが大輔から伝わり、俺は大輔を力強く抱きしめた。休日出勤？そうなの。日曜日、人手が足りないみたいで代わりに来てって頼まれて、純が大丈夫だったら大輔のお世話をお願いしたいんだけど。数日前、そう言って休日出勤の相談をしてきた愛花。俺は仕事が入っていなかったので大丈夫だと返事をした。まさか、こんなことになるなんて。あの時俺も仕事だとか、何の理由でもいいから愛花を止めていれば、せめて車で職場まで送ってやれば、こんなことにはならなかった。俺の中で後悔ばかりが募った。それに愛花を守ってあげられなかったせいで、大輔まで悲しい思いをさせている。俺と大輔は悲しみに暮れる日々が続いた。それでもいつまでも仕事も休んでいられない。さらに、親として慣れない家事と育児をするようにもなった。ご飯を作っておいたから、大輔くんと一緒に食べてね。母さん、本当にありがとう。このくらいいいのよ。大変だと思うけど、大輔くんと一緒に頑張るのよ。それじゃ、私も仕事だから行くわね。時々俺の両親にも、家事育児を手伝ってもらいながらではあったが、それを一人でやろうとすると至難の業だ。家事はなるべく大輔が絵を描くのに夢中になっている時や眠っている時を利用して済ませたりしている。大輔を寝かしつけた後は疲れ切って床に大の字になって天井を仰いだりもした。そのまま呆然としながら愛花のことを思い出し、愛花がいた頃は愛花が率先して家事育児をやってくれていたので、俺は愛花の優しさに甘えていたのだなと痛感した。パパ、
保育園に遅刻しちゃうよ。急いで。大輔は愛華に似てしっかり者で、朝バタバタと支度をする俺にそう声をかけた。愛華が亡くなってから初めは泣いてばかりだった大輔も、次第に現実を受け入れて男の子らしく強くなり、俺と共に日々を頑張ってくれている。本当は母の愛華がいなくなって寂しいだろうに、そんなこと何も言わず、いつも俺に寄り添ってくれて、俺にはもったいないほど本当によくできた子だった。そんな大輔のため、そして天国にいる愛華のためにも、俺もくじけず頑張ろう。そして俺は、仕事と家事育児を両立していったのだった。そんな風に毎日てんてこまいだった。保育園のお迎えも、うちが一番遅くなることもしばしばだった。大輔を預けている保育園に迎えに行くと、大輔は迎えの時までいつも絵を描いている。先生、大輔はいつもああして絵を描いてるんですか？俺は先生にそう聞くと、お友達と一緒に遊ぶことより、絵を描くことに夢中になって描き続けるんだという。まるで、俺の学生時代を見ているかのようだった。勉強が好きで、勉強熱心だった頃の俺を。その絵が、どれも素晴らしいものでして。もし、大輔くんと中島さんさえ良ければ、大輔くんの絵をコンクールに出してみませんか？すると、保育園の先生から、絵のコンクールに大輔の絵を出させてみないかと誘われた。なあ、大輔、お前、描いた絵を絵のコンクールに出してみないか？絵のコンクールって？大輔のように、上手な絵が描けた人は、大きな大会に出して、絵を知り尽くした偉い人たちに見てもらえることだよ。それから俺は、大輔とキロにつきながら、大輔にそのことを話してみた。大輔は目を輝かせて、すぐに出してみたいと言ってくれたので、次の日保育園の先生にそう伝えると、大輔の絵を出させてもらうことに。すると後日、大輔の絵は特書。大輔の才能を知り、俺は大輔と共に大喜びした。大輔、すごいじゃないか。お前にこんな才能があるなんて、偉いぞ。大輔は、まるで自分のことのように喜ぶ俺を見て、本当に嬉しそうな表情を浮かべた。そして、その頭を思いっきり撫でてやる。今日は大輔と一緒にごちそうだな。俺たちはそうやって、何か祝い事になると外食に行くようにもなった。愛華がいない寂しさをまるで埋めるように。俺たちは日々を前向きに過ごしていったのだった。それから数年後、大輔は9歳になった。俺と大輔は、あるお祝いで、高級鉄板焼きへ向かった。すると、ウェイターさんに案内された席の後ろにはなんと、中学の元同級生、近藤陽子がいたのだ。外国人の彼氏らしき人物と一緒にいて、近藤の方もしばらくして俺に気づき話しかけてきた。中島じゃん。こっちはあんたの子供？相変わらず陰気臭いやつね。すぐにあんただってわかったわ。それに確か、中卒だったわよね、あんた。中卒のくせに、よく地元を歩いてられるわね。恥ずかしくないの？学生時代と同様、しかも俺が中卒であると思ったまま、笑いながら近藤は見下してきた。その後、近藤は何事もなく席についていった。が、なぜかフランス語を彼氏と一緒に喋り始めて、こちらをちらちら見ながら何かを言っている。中学時代を思い出し、もう雰囲気だけでこちらの悪口をひたすら言っているのがなんとなくわかる。俺は一点だけ心配事があった。実は、大輔はフランス語を完璧に理解できるのだ。大輔は急に立ち上がり、近藤たちに近寄っていった。
お姉さん、お姉さんたちの言ってること全部わかるよ。は？急に何こいつ。あのさ、お子様がフランス語なんてわかるわけないじゃない。お姉さんたち今フランス語で、俺の父さんにキモいって言っていたよね。そんなことをまた言っていたのかと、やはり中学時代と変わらない近藤に対して俺は呆れたが、何を出まかせを言っているのかと近藤たちは大輔に怒り狂う。それに首を振ると、大輔は二人が言っていたことをつらつらと言い始めた。中学時代の俺の地味だったエピソードや、一人ぼっちで友達もいなかったこと、運動神経も皆無で、クラスのお荷物だったということ。そして今も地味さが全然変わっていない上に、子供まで地味でバカ面だわ。中卒のバカさ加減が親子で顔に出てるわ。などと嫌な言葉で言いまくっていたというのだ。頭を抱える一方で近藤たちは、それでも大輔に反論し、そんなことは言っていないデタラメだ、と声を上げていた。大輔は、優秀で天才だと周りから言われていた。特に、母のいない悲しみを埋めるかのように、絵に没頭したことで、絵画能力が劇的に上達したようだった。幼少期から天才的だった絵の才能を買われ、小学校に入ってからは、フランスの画商に納品をしていた。そして、その画商と話をするうちに、フランス語もマスターしていたのだ。一方で、IT の技術に長けていた俺の方は、その技術を使って、息子の言語能力を活かしてやれないかと考えた。勤めていた IT 会社を退職し、息子とオンライン語学教室を立ち上げたのだ。大輔は主に、フランス語を学びたい子供へのレッスンを担当。生徒が子供の場合、先生も子供の方が気が合うため、大輔にはそちらについてもらった。フランス語以外の言語については、他の講師を雇っていた。俺は、講師と生徒のマッチングシステムや、スケジュール管理システムなど、社内の機関システム全般を担当。先ほど近藤たちを見て、ようやく俺は思い出したことがあったが、近藤とその彼氏は、その語学教室で、講師として最近雇った社員だ。近藤たちが面接に来た日は、俺は大輔の小学校の行事があったため、他のスタッフに任せて、履歴書だけを受け取ったのを覚えている。あの頃から随分と経っているのだから、さすがに変わっているだろうと期待していたのだが、残念だ。いい？明日から会社に、お姉さんたちの席ないから。一部始終を知った近藤たちは、鉄板の肉が焦げるのも忘れて、顔を真っ青にしていた。自業自得だな。大輔によると、近藤とその彼氏は、生徒の悪口もフランス語で話していたらしい。生徒の悪口を言うなんてとんでもない。役員としてそのことも大輔が指摘をした。こんな品のない人たちは初めてだ。二度と僕と父さんの前に現れないでくれ。大輔は近藤とその彼氏にピシャリと言うと席に戻り、先ほどとは打って変わって俺に笑顔を向けた。さ、せっかく来たんだから食べようよ、父さん。才能だけでなく、その笑顔すら眩しく見えるなんて、本当に俺の子だろうか、と思うくらい出来すぎた子に思えたが、無邪気に笑うそんな大輔を見て、他の子供と変わらない無邪気さもあることを、微笑ましく思うのだった。そして、近藤たちはいたたまれなくなったのか、ごちそうを残したままお会計だけを済ますと、店から逃げ出していった。それを尻目に、嫌な思いをさせたことを、俺は大輔に謝った。大輔は気にしないでとウインクをした。気も使える子で、やはり俺にはもったいない子だなと思う。あ、先生たち。すると、店の玄関先の方から、俺たちを呼ぶ声が聞こえた。そちらに振り向くと、
どうやら語学教室の生徒さんたちが集まってきたようだった。先生たち、早かったですね。もう食べ始めてるんですか？待って、遅刻してきてるのは一体誰？ははは、すみません、僕たちでした。確かに、今回は授業でもないので、時間厳守でなく、集まれる奴は大体お昼ぐらいに来てくれと言ったが、みんな意外と時間にルーズな生徒さんたちだな。でも、僕たちまでご馳走になっていいんですか？こんな高そうなお店。心配そうに生徒さんたちが俺を見る。生徒さんたちには他の生徒さんたちを語学教室に紹介してくれるなど、日頃からお世話になっているお礼として、今日は俺たちがおごることにしたのだ。そう言うと喜ぶ生徒さんたち、それから他の生徒さんたちも集まって、みんなが揃ったところで、改めてこの店に来た理由である、語学教室設立3周年のお祝いをするのであった。後日、近藤たちは語学教室をクビになった。俺たち親子を馬鹿にしたことも問題だが、会社外でお客様の情報を喋っていたことが、直接の首の原因となった。どうやら近藤が俺たちに腹いせでお客様の情報を喋って、俺たち親子が言ったように見せたかったみたいだったが、目撃者がいたためその魂胆も破れた。見事自分に帰ってきただけだった。昔からコツコツしたことや勉強が苦手だった近藤は、フランス語しか得意なことがない。性格もああなもんだから、再就職がままならないと聞いたが、俺は放置を決め込むことにした。彼氏の方も同時にクビになったことも影響して、すぐに二人は借金まみれに。そして、彼氏はクビになったことを近藤に八つ当たりして言ったのだという。大体、君はなんで純のことをあの時あんなに馬鹿にし始めたんだよ。あいつ、中学の時勉強が得意で、いつもトップクラスだった。私はフランスの学校ではいい成績を取っていたのに、中学で日本に帰ってきた途端、国の違いで勉強のやり方が全然変わってて、ついていけなくなってたの。八つ当たりをする彼氏に納得してもらうため、近藤は泣きながら、そして怒りをぶつけるように言葉を続けた。私は、いつもテストは下の方だった。自分はできる子だと思っていたのに、それが悔しくて、勉強の得意なあいつのことが嫌いだったのよ。プライドの高さゆえ、今まで誰にも話せなかったことを話して、近藤は最後まで泣いていたとか。泣いている近藤を置いて、そんなことで、と彼氏は頭を抱えて、ついには二人が一緒に住む家を出て行ってしまったらしい。仕事を失っただけではなく、一人ぼっちになってしまった近藤は、寂しい生活を送ることとなった。そして、さらに後日、思いもよらぬ出来事が起こった。先生たち、ちょっと来てください。慌てた生徒さんに連れられ、語学教室の玄関に一緒に向かうと、そこには他の生徒さんたちと揉めている近藤の姿があった。一体何事だよ。中島、あんたのせいで私は。俺に気づいた近藤が俺の方に駆け寄ってきた。どうやら目的は俺のようだな。教室に連絡もせず、生徒でも講師でもないのに、許可もなくずかずかと俺たちの教室に入り込むその近藤の姿を見て、怒りを覚えた俺は近藤に鋭い視線を向けた。あんたのせいで私の人生めちゃくちゃよ。ちょっと勉強ができるからって調子に乗って、私を不当にクビにしたことを訴えて後悔させてやるんだから。あれからもう随分と時間が経っているのに、お前だけは変わらないんだな近藤。どうして成績が良かっただけで、お前にそうやって憎まれなきゃいけないんだ。俺よりも優秀な奴はたくさんいると言うのに、お前は
そいつらも憎まなきゃいけなくなるんだぞ。あんたに私の何がわかるって言うのよ。何も知らないくせに、私が今までどれだけ苦しんできたかわからないでしょ。わからないよ。だって近藤は一度だって俺との距離を縮めようとしてこなかったじゃないか。俺はそう言うと、近藤はハッとした反応を示した。俺を見かけては嫌な言葉を浴びせてきたのだから、思い当たる節がはっきりとしているせいでだろう。そもそもの原因は、それなのだから。どうして俺をあんな風に嫌う必要があった？俺は、それよりも、近藤が苦しいなら苦しいって言ってほしかったし、勉強ができないなら教えてほしいって言ってくれたら教えた。人にマウントを取るのがお前の人生なら、この先ずっと自分のプライドに縛られたままだぞ。お姉さん、そんなにお縄になりたいなら、どうぞ。警察には不法侵入だからと、僕が通報しておいたよ。え？警察だ！動くな！すると、大輔が呼んだらしい警察官たちが一斉に建物の中に入ってくると、あっという間に近藤を取り押さえたではないか。俺もまさかの展開に驚いて大輔を見ると、大輔は俺にピースサインを送ってきた。我ながら恐ろしい子だ。ちょっと話してよ。私はこの男に用があんのよ。警察が来ても憎しみに駆られ暴れる近藤は、そのまま警察官たちに連行され、パトカーに乗車させられると見えなくなっていった。怖かった。物騒なものとか持ってなくてよかったよね。この間、首にさせられた先生みたいだよね。中島先生への逆恨みかな。情報漏洩してたんだから、当然の首なのにね。生徒さんたちの中には、恐怖心から解放され、心底ほっとする者もいた。大輔が俺と近藤が話しているうちに、警察に通報してくれていたおかげで、被害が及ばなくてよかった。もし何かの弾みで、生徒さんたちや大輔に怪我をさせてしまったらと思うと、今更だがゾッとする。さすがに通報したけど、大丈夫？父さん、顔色悪いよ。すると、心配そうに顔を覗き込んできた大輔に、顔色悪く見られた。俺はすかさず大丈夫だと言って笑ってみせる。鉄板焼き屋さんの出来事といい、今回といい、大輔には助けられてばかりだな。父親の俺もしっかりしないと。俺は大輔の頭に手を置くと、安心させるように頭を撫でた。俺は大丈夫だ。ありがとう、大輔。助かったよ。今日はもう授業はお休みにしようか。みんなに言うのを手伝ってくれるか？もちろん。大輔の勇姿に奮い立たされた俺は、大輔と共に生徒さんたちにそう連絡網を回していったのだった。数年後、俺と大輔の会社は着実に発展していった。俺は社内システムをさらに充実させ、経理もほとんど自動でやってしまうようにして効率化を目指した。そうすることで講師の給料を上げ、より質の高い講師を集められるようになっていくために、大輔は今でも絵を描き続けていて、大人と一緒の大きな大会で賞も取るほど有名になっていた。大輔先生の大ファンです。よかったらサインください。有名にもなると、こういった黄色い声援のファンが増えるのも確かで、大輔は瞬く間にファンに囲まれていった。それに圧倒されて見ていると、ファンの一部の子が、なぜか俺の方を見た。あの地味っぽいおじさん、スタッフの人かな？さすがになんか地味すぎて、この場や大輔先生の雰囲気に不釣り合いだよね。一応、スーツを着て対応しているのだが、ひそひそと話す大輔のファンの子たちの声が偶然聞こえてきて、
いたたまれない気持ちになる。俺のどこにそんな地味フェロモンみたいなものが漂っているのだろうか。冴えないおじさんだからなのか。そして以前近藤に目をつけられたことを思い出し、近藤に目をつけられたのはたまたまじゃないことが証明されるわけで、確かにアイドルのようにキラキラしているオーラを放つ大輔と違って、ダサい黒縁メガネをかけるオーラのない俺は、大輔とは天と地の差だ。それとももはや顔かなどと思いながらショックを受けていると、それを聞いていたらしい大輔が俺の隣に移動し、にっこりと効果音でも出そうな笑顔を浮かべて、そのファンの子たちに言い放った。この人、僕の父さんなんです。僕の絵の才能を光らせてくれたのも父さんのおかげなんです。なので僕のファンなら、そういった発言をするのは控えていただけないでしょうか。大輔の笑顔とこの発言に、ファンの子たちは顔を青ざめてしまうと、聞いていた他のファンの子たちに睨まれる羽目になり、そそくさとその場から去っていった。怒らせると一番怖いのは、大輔のファンだな。まあまあ、あの子たちも、俺がお前の父さんって分かってたら言わなかったと思うし。父さんは優しすぎるんだよ。この場でああいうファンは、ファンとしてどうかと思うよ。大輔のきっぱりとした意見に、もはや素晴らしすぎて俺は何も言い返せなかった。最近の子は才能が優れているばかりか、思いやりまで優れているのかと思うばかりだ。そんなところは本当に母の愛花にそっくりで、俺は懐かしむように愛花のことを思い出しながら、ファンたちに拍手を送られる大輔を微笑ましく見るのだった。それから数日後、春ののどかな日を選んで、俺と大輔は二人で愛花のお墓参りに向かった。最近の業績なんかもお互い報告しながら、やはり勉強することで人間花が咲くね、努力は裏切らないね、と改めて話した。そういえば愛花もすごく勉強熱心で、だからこそ俺たち惹かれ合ったんだよな、と思い出す俺。愛花がいなければ大輔も生まれていなかった。僕たち一家で勉強が好きだよね。父さんと母さんが勉強に熱心だったから惹かれ合って、僕が生まれたと思うと感動するな。愛花がいなくなって今までずっと寂しくなかったか。俺は不安そうに大輔にそう尋ねた。ずっと何も文句も言わず俺についてきてくれた大輔だが、本当は母のいない寂しさで辛かったはず。けれど大輔は首を横に振り笑顔を浮かべた。うんうん、だって父さんがいつも一緒にいてくれたから。俺はその大輔の笑顔と言葉に涙が出そうになった。年を取ると涙もろくなっていけないな。父さんのおかげでここまで来られたんだから、父さんだって自分を誇りに思って。大輔が立派に育ってくれて本当によかった。愛花が空から俺たちを見守ってくれたおかげだ、と愛花の墓の前で大輔と共に手を合わせて、そう愛花に報告した。するとまるで愛花が返事をしてくれたかのように、穏やかな風が二人の間を吹き抜けた。それに乗ってきたらしい桜の花びらがどこからともなく現れ、ひらひらと宙に浮いていたそれは俺の手のひらに。なんだか愛花のあの花のような笑顔の一部のような気がして、俺はその花びらをそっとポケットの中にしまった。家族の存在がおとなしい性格の俺をも花開かせたように感じる。人の出会いで何とでも自分が変われることをその時に知った。俺は大輔や愛花を見習って笑顔を浮かべるようになった。そうしたら自然と人も集まるようになり、苦手だった人とも少しずつ歩み寄ることもできた。苦手だからといって散々遠ざけてきたが、
たくさんの人たちと話すのも悪くないと思えるようになった。明るくなっていく俺を見て大輔も喜んでくれて幸せな気持ちになる。俺は愛花の墓参りに行った時に拾った桜の花びらをポケットから取り出した。本に使うしおりのように大事にしまって、それをまるで愛花のようにお守りのように肌身離さず持っていた。これを拾ってからというものの勇気をもらっているような気がする。もしかして愛花、お前なのか。なんとなく愛花が宿っている気がして、周りに誰もいないことを理由に思わずそう声に出した。そんなことあるわけがないというのに。けれどそうであってほしいと思う。俺と大輔のこと見守っていてくれよ。口元を緩めて俺はそう言うと、花びらを再びポケットの中にしまった。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。まずは俺の営業に同行してもらう。手本を見せてやるぞ。しっかり勉強すること。しばらくシンガポールに行っていた俺が帰国後、お世話になっている職場で先輩社員がそう言った。先輩の言うことなので特に歯向かうなどはせず、俺は素直に従っていた。しかし次の営業先で6件目になる。もう夕方を過ぎているが、今日の収穫は未だにゼロだ。契約は一件も得られず、ただいたずらに時間を浪費しただけであった。すみません、次の打ち合わせは私にやらせてください。このままでは埒が明かないと考え、俺はそう申し出た。何事も経験だと言って許可をもらった。その日最後の打ち合わせ。俺のことを新人だと思っていた彼は、まさかあんなことになるなんて思わなかったことだろう。俺の名前は桐山幸宏。たった今飛行機でふるさとである日本に帰国した味噌汁の男である。自分では30代の自覚があるのだが、周囲の人は俺の年齢を聞くと異様なほど驚く。というのも俺は身長があまり高くなく、それに加えて童顔であるので幼く見られがちなのだ。20代前半の頃はお酒を買うのにいちいち身分証明書の提示を求められるほどである。最近ではさすがにそこまでではないが、やはり20代半ばほどだと思われることが多かった。若く見られるのはいいのだが、幼いというところまで行くと悔しい気持ちになる。おお、日本だ。着陸するために高度を落とした飛行機の窓から景色を眺め、俺は何とも当たり前の、わざわざ言うまでもない感想を口にした。瓦屋根ばかりの景色は次第に鉄筋コンクリートの森へと姿を変えていく。都市部を過ぎると景色は再び自然が目立ち始める。もうすぐ着陸か。広大な土地が見えてきた。大きな建物とびっくりするくらい長い道がある。空港のターミナルと滑走路である。飛行機には慣れているはずなのだが、どうしてか離着陸の時だけは毎回緊張する。やがて飛行機は止まり、乗客らが案内に従って順番に降りていく。自分の番を待ちながら俺は少しワクワクしている。今夜は空港近くのホテルを予約してあり、特に予定もないので自由の身だ。さて
どこで何を食べようか。この店もいいし、この店も、ああ、こっちもいいな。ネットで近くの店を検索すると、見るもの見るもの食べたくなってくる。5年もの間、シンガポールにいたので、久しぶりに和食が食べたいな。寿司か、天ぷらか、はたまた大衆的な居酒屋にでも行くか。そんなことを考えながら、一人でもだえていると、周りの人が上の棚から荷物を下ろし始めた。おっと、降りる順番が来たようだな。慌てて携帯をポケットにしまい、上着を羽織って俺も荷物を取り出す。結局何も決まらないまま空港を後にした。ホテルは驚くほど綺麗で、ウェルカムドリンクなどのサービスもあった。接客は完璧だし、掃除は隅から隅まで行き届いている。シンガポールもいいところだったが、やはり日本は格が違うように感じる。こういったもてなし精神もそうだが、故郷というだけあって気分的にも落ち着く。おや、あの店は。部屋で一休みした後、俺は近くの食べ物屋が集まる場所へやってきた。飛行機内では寿司か天ぷらかと言っていた俺だが、たった今匂いにつられて発見してしまった店から意識が切り離せなくなった。この香ばしいソースとカツオの香り、やっぱり日本最初の食事は大好物にしよう。目線の先にあるのは粉物の店だ。各テーブルに鉄板があり、お好み焼きやもんじゃ焼きを自分で焼いて食べるスタイルの店である。しかし俺の目当てはそのどちらでもない。ソースたこ焼き8つ入りをお願いします。ソースたこ焼き8つですね。少々お待ちください。俺の一番の大好物はたこ焼きだ。昔から本当に目がなく、家族に惹かれるほどよく食べていた。シンガポールの会社でも同僚や先輩らにたこ焼きの魅力を布教した。いい大人になった今でもこうして衝動的に食べに来てしまうくらいには好きな食べ物である。ハフハフ言いながら届いたたこ焼きを頬張る。ソースとマヨネーズ、かつお節に青のりと、余計なトッピングがないシンプルなものだ。そうそう、これでいいんだよ。これが一番うまいんだ。やけどをしそうなほど熱いが、しっかり味わうため水には手をつけない。中の方まで噛むと弾力のある大きなタコの足があった。格闘の末なんとか飲み込むと、えも言われぬ幸福感に支配された。うん、タコ焼きを選んで大正解だったな。その後もいろいろな味のたこ焼きを注文した。大好物をたくさん味わい、俺は明日から始まる仕事に向け英気を養ったのだった。俺は幼い頃から美味しいものを食べることが大好きだった。大好物のたこ焼きだけに限らず、同系統のしょっぱいものや対極の甘いもの、酸味のあるものや辛いもの、親も言っていたのだが、本当に何でもよく食べる子だったという。実際今でもこれといった好き嫌いはない。肉だろうと野菜だろうと魚だろうと何でも美味しくいただける。そんな俺の幼少期の夢は料理人だった。食べるだけでなく作る方にも興味が湧いたのだ。食事をすると、それらがどんな材料でどんな味付けをして作られているのか、またどんな隠し味や技術が散りばめられているのか、そんなことに興味が湧いたのだ。
このカレーはね、リンゴと蜂蜜、それにパイナップルが入ってるんだよ。パイナップル？ちょっといい洋食店でカレーを食べた幼少期の俺は、あまりの美味しさに感動し、食器を取りに来た店員さんに味の秘密を質問した。店員さんはわざわざシェフの人を呼んでくれた。詳細な配合費までは、口外厳禁だったのだろうが、簡単なところだけ教えてくれた。答えを聞いて、俺は子供ながらに感嘆した。当時の俺はカレーにパイナップルなんて聞いたことがなかったからだ。そうだよ。すごいね、坊や。そんなことに興味があるのかい？うん。僕ね、将来は料理人になるんだ。そうかい、そうかい。それは楽しみだ。君なら立派な料理人になれるだろうね。こうやって褒められる経験があったからか、俺はそのモチベーションをずっとなくさずにいた。大学も食に関係するところに進んだ。いろいろな講義を受ける中で、俺は少し路線を変えることにした。調理の手法や味付けといった料理すること自体よりも、材料そのものに興味が移ったからである。米や野菜の味が生産地によって異なること。国によって肉の油の入り方が違うこと。同じ調味料でもメーカーによって風味が異なること。地域や生産地によって食文化も違えば味付けも違う。そんな味の多様性に強く惹かれたのだ。そのため、食品加工に関する研究室に所属し、同ジャンルについての卒業論文を提出して大学を出た。いち早く食に関する仕事がしたいと思い、大学院には行かず就職を選んだ。幼い頃からの夢であった料理人にはならず、食品メーカーの営業マンになったのだった。この会社では主に米粉の製粉を行っている。また自社の米粉を活用したパンや団子、カレーやシチューのルーなんかも販売している。工場には直売所があり、特に米粉パンは大人気だ。パンの切り落としや焼きミス、切りミスのあるものは格安で販売されており、これもまた大人気ですぐに売り切れてしまう。と、そんな感じで、俺は昔からの夢である食に関する仕事に就くことができたのであった。帰国後、初の出勤。実を言うと、俺がシンガポールに行っていたのは、向こうの支店で働いて販路拡大を行うためだった。入社から数年は、ここ、日本の営業所で仕事をしていたのだ。事務所に上がると、営業部の人らがパソコンとにらめっこしていた。5年も離れたからか、当然といえば当然かもしれないが、知らない顔ばかりだ。おはようございます。今日からここでお世話になります、桐山幸宏です。まずは、上長の席に座っている人に声をかけた。がたいがよく、程よく日焼けをしたいかつい人物だ。見るからに体育会系といった印象である。俺とは全く逆の世界の人だな。うまく付き合っていけるだろうか。おう、君が新人か？話は聞いてるよ。俺は営業課長の藤木智明だ。よろしくな。新人と言われて違和感を覚えた。シンガポールに行く前に藤木さんという方がいた記憶はないので、強いて言うなら新人は藤木さんの方だ。私は、昨日シンガポールから帰国して、今日から日本の事務所に復帰するのです。10年ほどこの会社に勤めています。
そう説明しようとしたのだが、彼は強引に自分の話を始めた。君のデスクはここだな。藤木課長の隣に掃除されたきれいな机がある。彼の横に座り、仕事を見て盗めということだろう。いや、しかし今さら何か盗めることがあるだろうか。みんな、今日から一緒に仕事をする、桐山幸寛くんだ。一切人の話を聞かない藤木課長により、俺は新人として営業部の面々に紹介された。まったく、なんて強引でマイペースな人なのだろう。それに常に声が大きくて、失礼ながら暑苦しい人物である。紹介を受けた人たちは一人ずつ名前と役職を言って俺に挨拶をしてくれた。その中に唯一知っている顔があった。営業部の菊田正夫です。よろしくお願いします。今名乗った菊田がその知っている顔である。彼は俺の同期だ。俺がもともとここの所属で、シンガポールから帰ってきただけであることは知っているはずである。あんにやろ、遊んでやがるな。藤木課長の圧に押されたのと、状況が状況でなかなか真実を言い出せなくなってしまった俺は、彼に視線を送って助けを求めた。チッ、聞くため。視線に気づいた彼は、今にも吹き出しそうなのを我慢しながら俺を見た。諦めろと、そう言いたげな顔をしている。誰にも聞かれぬよう、俺は小声で菊田への文句を言った。よし、挨拶も済んだな。君の教育係は俺がやるから、よろしく。まずは俺の営業に同行してもらう。手本を見せてやるぞ。しっかり勉強すること。それから空いた時間で、まずはうちの商品について。俺の返事を待つことなく、藤木課長はずっと一方的に喋ってくる。いくつもの話題を一気にたくさん話すので情報量が多い。途中から話というより大きな音を聞いているかのような感覚になる。それじゃあ早速外出だ。ほら行くぞ。営業マンは足の軽さが重要だぞ。言っていることは間違っていないのだが、どうもこの人とは今後空回りしてしまいそうな気がする。藤木課長に連れられ、5社目の訪問をしている。これまでの4社で契約に結びついたのは0件だ。すなわち、ただ移動して時間と車の燃料を浪費しただけである。ですからね、弊社の米粉は素晴らしいのですよ。こちらの資料をご覧ください。美味しそうでしょう。このようにパンがふっくら仕上がるんです。ぜひご契約を。そう言われましてもね。こちらの団子もございます。とてももちもちしていましてね。頬が落ちますよ。一社目の打ち合わせからずっとそうだったのだが、藤木課長はお得意のゴリ押し話術で押し切ろうとしているようだ。自社製品を強引にアピールしているだけである。これでは向こうは何が何やらわからないし、面倒な手続きを踏んでまでうちの商品に切り替えようなんて思ってくれるわけがない。しかもアピールといったってただ自分の感想を述べているだけだ。相手の都合や言い分を聞かずにまくし立てる話し方の癖は仕事にも大きく影響しているようである。おっと、すいません、私どもも別の打ち合わせがありましてね。そんなことをしているうちに、訪問先の人が藤木課長の話を遮った。きっと言葉通りの意図ではない。これ以上話をしても無駄だと判断され、
打ち合わせの中断を強行したのだろう。当然だ。向こうさんだって暇人というわけじゃない。無駄なことに割いていい時間などないのだ。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。藤木課長が丁寧にそう言い、頭を下げた。俺もそれに習って、深々と頭を下げる。俺のお辞儀は単なる挨拶ではなく、謝意もこもっている。今後ともよろしくお願いいたします。また何かありましたら、こちらからご連絡いたしますので。あらら、これはダメそうだ。何かあったら連絡すると言って、本当に連絡が来ることは少ない。暗に別れを告げられているのだ。要は、行けたら行くみたいなものだな。ミーティングルームを出て、駐車場に停めた車用車へ。なかなかうまくいきませんね。そう声をかけると、藤木課長は大声で笑った。そう気を落とすな。契約ってのは走り回ってこういうことを繰り返して掴み取るもんだ。さ、次行くぞ。やる気、根気、元気だけは凄まじい。おとなしい方であることを自覚している俺からすれば、見習うべき性質なのだが、それだけではどうにもならないことは確かだ。はぁ、仕方ない。こうなったらやるしかないよな。すみません。次の打ち合わせは私にやらせてください。次は6社目。時間からして今日最後の訪問になるだろう。このままでは拉致が開かないと思い、俺はそう申し出た。お、もう覚えたのか？いいぞいいぞ。何事も経験だ。営業マンは経験を積むところから始めなくっちゃな。いい心がけだ、新人くん。だから、新人ではないというのに。ガハハと笑いながら、藤木課長は俺の肩を叩いた。彼の運転する車が走り出す。荷物に入れてあるすべての資料を見せてもらい、次の訪問先に着くまでの間にストーリーを構築しなければ。言ったからには、徹底的にやろう。次の営業先は、某外食チェーン店の本社である。うちの商品を使ってくれているお客様であり、今回の訪問目的は新商品の紹介だ。かなり多くの注文をしてくれているので、非常に重要な顧客である。はじめまして、営業部の桐山幸弘と申します。まずは先方の担当者と名刺交換をする。知ってはいたが、直接お会いするのは初めてだ。確か菊田が担当のお客様だったと記憶している。さて、まずは弊社より弊社の米粉をご使用いただいていることに関しましてお礼を申し上げます。いえいえ、こちらこそ。素晴らしい材料を使わせていただいて助かっております。最初にそんな社交辞令を言い、話のきっかけを作る。御社の米粉パンはその後いかがでしょう。次に現状の商品の使い勝手や評価を聞き出す。こうすることで、新商品のどの部分をアピールすれば興味を持ってもらえるかがピンポイントで判断できるのだ。そうですね。お客様から大変好評ですよ。ふっくらしていて、ほんのり甘く美味しいという声がたくさん届いております。それと、小麦アレルギーのお子様でもパンを楽しめて良いというご感想もいただいています。そうですか。おおむねご満足いただけているといった印象です。俺がそう言うと、先方の方は、はっと何か思い出したように、資料をペラペラとめくった。やがて、目的の箇所を見つけたのか、ペンで指し示しながら、俺に該当部分を見せてくれた。こういったご意見が来てるんですよ。なるほど、糖質ですか。
先方では確か、うちの米粉で米粉 100% パンを作っている。意見をくれた人は小麦アレルギーらしく、グルテンフリーであるパンを気に入ったらしい。しかし、米粉 100% だとどうしても糖質が多くなってしまう。それが気になるようだ。せっかくご意見をもらったんですがね。米粉 100% である以上、やはり糖質の問題は付きまといますよね。菊田様からもそういったデメリットがあると伺っておりますし、なかなか困った様子だ。しかし、俺はそれとは逆に内心でガッツポーズをした。というのも、今回紹介しに来た新商品は、グルテンフリーかつ糖質を抑えた米粉なのだ。なんという奇跡だろう。こちらをご覧ください。弊社の新商品です。まだ開発段階でどこにも出しておりませんが、もう間もなく商品化する予定の米粉です。藤木課長からもらっておいた資料を見せる。それが載っているページを開き、該当箇所をボールペンで示した。従来通りグルテンフリーで、かつ糖質を 20% 減らした米粉です。中身の詳細は申し訳ございません。非開示事項なのですが、こちらが評価結果です。具体的な数字と、従来品や他社品に比べてどうかという客観的なデータを提示する。これにより、こちらの主張をより具体的に伝えることができ、お客様にも納得してもらいやすい。味という感覚の話なので、藤木課長のような感覚的な評価も重要だが、データも同時に示せば説得力が格段に上がるのだ。なるほど。これはいい。ぜひ使わせていただきたいです。ありがとうございます。では、まずはサンプルにてご検討をお願いいたします。向こうからの使いたいという言葉を引き出すことに成功した。サンプルの納期と送付先を確認し、これにて今日やるべきことは終わりだ。手応えのある打ち合わせができてよかった。打ち合わせが一段落した頃、俺の隣に座る藤木課長はあわあわしていた。桐山くん、すごいね。新人とは思えないよ。いや、ですから私は新人じゃないんですって。社長か菊田から聞いてないんですか？そう聞いたが、藤木課長は首を横に振った。だが、おおよそ想像はつく。言った、もしくは言おうとしたが、いつもの調子で聞く耳持たなかったのだろう。桐山さんは御社のエース営業だったんですよ。さすが、売上1位の営業マンは伊達じゃないですね。困って苦笑いすることしかできなかった俺に助け船が来た。いや、そんな、なんて後頭部に手を当てて謙遜しつつ課長の様子を確認。驚きのあまり何も言えなくなっているようだった。今までは確か海外に行ってらっしゃったんですよね。俺がいない間に菊田がいろいろと話をしていたようだ。ええ、シンガポールの支店に5年ほど。あちらの食文化もなかなか面白いものでしてね。開発と意見を交わして、ぜひ新作を作ってみたいものですよ。それから話はスムーズに進み、次回打ち合わせの日程もすんなり決まった。やれやれ、手ぶらで汽車せずに済んだな。退出して車に向かって歩いていると、藤木課長が落ち込んでいるように見えた。彼らしくもない。気がかりだったので俺から声をかけた。どうかされたのですか？随分と浮かない顔をされていますね。いやー、ちょっと自分が情けなくてね。君の手腕を見せつけられて痛感したよ。俺はダメダメだってね。藤木課長。俺はもともと別の会社で
経理事務をやってたんだ。体育会系の彼はデスクワークが中心である経理の仕事に耐えかねて異動願いを出した。しかし認めてもらえず、このままではストレスでおかしくなると考え、意を決して退職。転職してうちの営業に来たらしい。それが2年ほど前の話であり、ちょうど営業メンバーの総入れ替えのタイミングだったのだそうだ。わかってはいたんだよね。気合で押し込むだけじゃうまくいくわけないって。でもどうすべきなのかわからなくてさ。課長職という立場もあり、部下に仕事の相談をするのはためらわれたという。部長に今更相談したら評価が落ちるという不安から上司にも聞けなかったそうだ。そのせいで成績が悪くてな。新人くんが来れば俺も少しは先輩として胸を張れる。そう思っていたんだけど、まさかまさかだよ。他の会員よりもうまく仕事ができず気に病んでいたそうだ。それなら一緒に練習しませんか？え？藤木課長の元気の良さは確かに営業に向いているんですけど、推しが強すぎるんじゃないかと思うんです。練習して冷静に話をできるようになればきっと成績も良くなりますよ。部下という立場で偉そうな提案をしてしまって少し後悔したが、藤木課長は嬉しそうに目をうるうるさせていた。嫌な顔一つせず受け入れてくれた。よし、そうと決まれば俺たちはチームだ。さあ帰るぞ。今日は君の好きな夕食をおごってやろう。いや、だから新人じゃないんですってば。いい人なんだよな。暑苦しいけど。俺はそう内心で苦笑し、彼の後を追った。こうして営業マンとしての修行の日々が始まったのだった。藤木課長は彼が語ったように、誰にも相談をせず自己流で仕事をやっていた。それではやれることもやれまい。ひとまず営業部全体で仕事のやり方を共有する必要がある。というわけで、先日シンガポールから戻ってきた桐山幸宏です。改めてよろしくお願いします。まずは誤解を解こうということで、課内ミーティングを実施。やっと新人じゃないことを周知できた。おお、やっと言えたな、桐山。そんな俺を、菊田はニヤニヤしながらからかう。課長が聞かなくても、他の会員には伝えてくれたってよかっただろうに。昨日は終日不在だったんだから。おかげさまでね。いろいろと言いたいことはあったが、その一言と表情に全てを込めて返した。桐山はね、すごいやつなんですよ。今抱えている大口のお客さんはほとんど彼の功績だし、昔は料理人を目指していたみたいで、開発のこともよくわかってる。バケモンですよ。俺がシンガポールに行ったのは、日本以外にも販路を広げるためだ。良い社内評価をもらっており、外国語を喋ることもできた俺が推薦されたのだった。それと同期なんで、俺と同い年です。みそじですよ、みそじ。菊田がそう言うと、会議室は騒然とした。そんなに驚くことか？そうだったのか。てっきり10代だと思ってた。と、藤木課長はそんな大げさなことを言う。いくらなんでも言い過ぎだろう。そう思っていたのだが、会員たちは神妙な顔でうなずいていた。って、俺のことはいいんですよ。今日わざわざ集まっていただいたのは仕事の話をしようと思ったからです。話がそれるきっかけを作った菊田を睨みながら軌道修正を行う。その間も彼は笑っていた。あの感じで営業成績がいいのだから厄介な男だ。まずはお客様の信頼を勝ち取ることが第一です。そのためには
会員全体でお客様の情報を共有することが大切だ。また、プレゼンの技術も重要になってくる。具体的に数字で語ること、必ず何かと比較すること、まずはこの2つを徹底しましょう。データについては開発に問い合わせをすればいくらでも手に入るはずです。無理な押し売りはイメージが悪くなるので NG。アフターケアを万全に、必ずデメリットも提示する。そういった営業のノウハウを発表した。特にデメリットの件は意識しましょう。これが一番難しいので。営業マンとしてやはり商品は買ってもらいたい。そのためどうしてもデメリットは言いたくないのだ。これは昨日の俺の反省点でもある。私から頼んで営業資料を共有できるフォルダをサーバー内に作ってもらいました。今後はそこに保存していただいて、みんなが見られるようにしましょう。そして最後に、最も大切と言っても過言ではないことを言う。定期的にみんなで試食会を開きましょう。売るものの味を知らなければ、お客様にアピールするのも難しいですからね。数字を使った具体的なプレゼンに加え、藤木課長のような感覚的な評価も添える。データと感覚の両方から攻めることで、より納得してもらえるのではないかと考えている。とりあえず、そんなところです。今話した内容は簡単にまとめて、先ほど申し上げたサーバー内のフォルダに入れておきます。気になったら見返してみてください。気になったことや改善点があれば、どんどん上長に意見を出しましょう。そんな風に小さな改革を繰り返した効果か、営業部の成績は次第に良くなっていった。藤木課長だけに限らず、会員みんなの技術が成長したように感じられる。また急に仕事が増えたので、製造部と品質管理部から嬉しい悲鳴が聞こえるようになっていった。ある時、一本の電話が入った。それを取った女性社員は泣きそうな声で謝罪の言葉を何度も何度も口にしている。確認するまでもなく、クレームの電話だろう。はい、申し訳ございません。ただいま、藤木に代わります。彼女はすぐに保留ボタンを押し、事務所内を見回した。話の流れを聞いていた藤木課長は、自ら彼女の方へ。藤木課長、お電話です。先日納品した米粉に異物が入っていたようでして。聞くところによると、かなり大口のお客様からの電話らしい。そことの取引がなくなってしまったら、会社にとっては痛手となる。相当怒っているのだろうなと容易に想像がつく。よし、わかった。君が気に病むことはないよ。あとは俺が引き受けるから。呼ばれた藤木課長が受話器を取り、保留を解除。俺は偉そうに少し心配した。以前のようにゴリ押しで話をしてしまうと大変なことになるからだ。クレーム時の対応で会社の信頼は簡単に失墜する。お電話変わりました。藤木でございます。対応が始まった。横で聞いているだけなのだが、なんだか俺まで緊張してくる。この度は大変申し訳ございませんでした。恐れ入りますが、不具合の状況をご教示願えますでしょうか。電話越しでも声が聞こえるほど、向こうの人は怒鳴っている。クレームの内容は異物混入だ。どうやら米粉の中にカビが生えている部分があったらしい。白い粉の一部が黒く変色していたので気づいたのだろうが、もし食品として市場に流出してしまっていたら大変な騒ぎである。それこそ悪評に次ぐ悪評で倒産に追い込まれてもおかしくない。それもそうなのだが、
一つ非常に驚いた点がある。かしこまりました。社内にて展開いたしまして、一両日中にご連絡させていただきます。ええ、できる限り迅速に調査を進めてまいります。藤木課長が冷静沈着な対応をしているのだ。これまでの彼なら大きな声で荒々しく話をしていたかもしれない。しかし現実はそうじゃない。相手の言葉を否定せず、誠意を見せつつも静かに事実確認を行っている。まるで別人のような姿であり、会員一同は驚愕した。はい、かしこまりました。彼の落ち着いた態度によって向こうの人も冷静になったのか、もう怒鳴り声は聞こえなくなった。今後ともよろしくお願い申し上げます。失礼いたします。相手が電話を切るのを待ってから、藤木課長は受話器を置いた。言葉にするのは簡単だが、感情的になった相手に対して今のような対応をするのは簡単なことじゃない。俺は密かに藤木課長を見直していた。その電話から数日後、俺は藤木課長と共に謝罪と調査のため相手の会社を訪れた。念のため品質管理の課長にも同行してもらっている。これです。応接室にてカビが生えているという製品の袋を見せてもらった。確かに中身の一部が変色している。彼が言うには発見時よりも大きく広がっているとのことだ。カビが確認されたのはこちらの袋のみですか？ええ、同ロット内にも在庫にもカビは見られておりません。それだけです。カビが入るということは、水分量が規定よりも多かったという可能性があるなぁとおぼろげながら考えていた。しかし、同じロットの別梱包にはカビが見られないとのことなので、その考えは否定された。しっかりとした調査をしないと、原因の特定は難しそうだ。もしうちが気づかず流出させていたら、食中毒の可能性もありましたよ。最悪の場合、召し上がった方が亡くなっていたかもしれない。今後も御社の米粉を使わせていただく所存ですから、品質管理を徹底していただきたい。はい、努めてまいります。この度は本当に申し訳ございませんでした。藤木課長が頭を下げたので、俺と品管の人もそれに倣う。現物を引き取ることになったので、品管に渡して詳しい原因の調査と報告書の作成を依頼した。さらに数日が経過した頃、品管から営業に電話で連絡が入った。例のクレームの件である。原因が特定できました。包装に穴が開いていたみたいですね。目では見えない小さなやつです。なるほど。じゃあそこから湿気が侵入したってことですかね。ええ、おそらく。となると、箱詰めか輸送の時に何かが起きたのだろう。作業工程や梱包仕様を変更する必要がありそうだ。報告書は承認が折り次第、藤木課長にお送りします。了解です。念のため、桐山も CC に入れておいてください。わかりました。では、すいません。失礼します。と、そんなやりとりがあった1時間後にメールが入った。報告書が完成したようだ。どれどれ？添付されていた PDF を開き、俺も内容に目を通す。結局のところ、湿気が侵入した理由は、ピンホールと呼ばれる微小な穴であったらしい。フィルムの検査を実施できる外部機関に依頼して調べてもらったようだ。また変色部分は食品衛生研究所に送って見てもらったらしい。結論としては、人体に重大な被害を及ぼすような種類ではないという。
しかしまあ混入しないことに越したことはない。なるほど、梱包の問題ね。報告書を読んだ俺はすぐに生産工場の工場長に電話をかけた。今回のクレームの原因と対策を話し合い、いろいろと対策をしてもらうことに。まず一つは自動梱包ラインの点検だ。マシンに何かしらの付着物があって穴の原因になっていた可能性が考えられる。次に梱包形態の変更である。輸送時に発生するスレなんかで穴が開くこともあるかもしれない。袋になるフィルムを作っているメーカーにはこれから問い合わせをしてみよう。それからまた数日後、同じメンバーでクレームが出た会社を訪問した。事前にメールと電話で報告をしているので大まかな内容は把握してくれていた。いやー、迅速にご対応いただいてありがとうございます。助かりましたよ。報告いただいた内容もわかりやすいですし、これだけしっかりと対応してくださる御社は信頼できますね。これからもお互いにいい関係を築いていきたい。そんなありがたい言葉とともに、俺たちは先方の担当者と固い握手を交わした。やれやれ、これにて一件落着だ。それもこれも藤木課長の誠実な対応と冷静な采配のおかげだな。帰国から短期間でいろいろとあったが、その中で俺は藤木課長を高く評価していた。本来は非常に優秀な人材なのだなと感心しているのだ。少し強引でマイペースなところがあるが、情に厚く一度覚えたことをしっかりと実行できる実力がある。カビのクレームがあった時のようにトラブルがあっても冷静に振る舞える判断力も持っている。そして何より人を動かす能力に長けているように感じる。だからこそこの会社に入って間もなく課長職についているのだろうな。言った通りだったろう。ある人との電話で俺はそう言われた。ええ、最初はどうなることかと思いましたがね。それにしても君もよくやってくれたね。帰国して間もなくだというのにいきなりハードだっただろう。礼を言うよ。いいえ、そんな、なまった体にちょうどいい刺激になりましたよ。電話の相手はうちの社長だ。実を言うと俺は帰国直前に社長から営業部の人事評価を頼まれていた。数ヶ月でまたシンガポールに戻る予定だったので、後腐れなく調査できるだろうと思われていたのだ。そうか。では、これからもよろしく頼むよ。しかし、俺のシンガポール行きはつい先日中止になった。代わりに行きたいというものが現れたからだ。ええ、それはそうと社長、私の代わりにシンガポールへ行くのって誰になったんですか？ああ、その件か。明日事例を持って営業所に行くから楽しみに待っていてくれ。わかりました。お待ちしております。電話を切ったタイミングでちょうど定時になった。これといって大急ぎの仕事もないので。俺は足早に帰宅することにした。ここ最近はクレームの対応で大忙しだったし、たまにはいいだろう。翌日、宣言通り営業所に社長が現れた。突然のことであったので、俺以外は皆驚いている。今日はね、事例を持ってきたんだよ。彼の一言で緊張が走る。柔らかい表情をしているので、そんなに身構えることもないんじゃないかと思う。まずは昇進だよ、藤木くん。はい。君は現在の課長職から副部長へ昇進だ。営業部も人が増えてきている。
部長だけでは手が回らないだろうから手伝ってあげてくれ。事務所内に拍手が響く。当の藤木課長、いや藤木副部長は照れくさそうだ。それから桐山くん、君は今日から課長だ。これからもよろしくね。はい、よろしくお願いいたします。また拍手が起こる。ああ、こういうことか。自分が祝福の対象になった途端、先ほど恥ずかしそうにした藤木副部長の気持ちを大いに理解した。以上、次は移動だ。菊田君からの申し出により、彼は来月からシンガポールだ。社長がそう言うと、事務所内は驚きの声で溢れた。俺もその一員である。え？お前がシンガポールに？なんで？何でもへったくれもあるか。営業成績でお前に勝つために修行に出るんだよ。彼の顔はどこか俺をからかうようなものであった。お前なんかすぐに追い越してやるからな、この出世頭め。そりゃ楽しみだ。せいぜい頑張るんだな。俺たちが煽り合いを繰り広げていると、いつの間にか事務所内が笑いに包まれたのであった。藤木副部長は昇進に伴い、現場に出る機会が減ってしまった。部下のいいところを見つけるのがうまく、長所を認めて成長させることに長けている。そのため、部下からの信頼は厚い。加えて、特に大きなお客様を訪問するときは、予定があれば彼も同行している。やはりデスクワークは性に合わないようで、外出するときの彼はすごく楽しそうだ。よし、今日も頑張ろう。藤木副部長がそう叫ぶと、事務所のあちらこちらから、おうという返事が聞こえてくる。彼の暑苦しさが伝播して、なんだか営業部全体が暑苦しくなってきている気がする。少し居心地が悪いが、まあ、いいか。ちょんぼりしているよりは、こんな感じでも活気があった方がいい。それからしばらくして、会社全体の業績は右肩上がり。いよいよ生産が追いつかなくなりつつあるので、製造拠点を増やそうかという話が出ている。自社製品に愛着がある俺は、新工場ができることで、より多くの人にうちの米粉を知ってもらえるのではないかとワクワクしていた。よし、第二工場の設立に向けて、俺も仕事に励むとしよう。その日も、俺は一営業マンとして外回りに出ていた。今日の打ち合わせで言われた、いつも良い商品を紹介してもらえてありがたいという言葉は、俺の活力になる。本当に嬉しい言葉だ。営業の仕事では、お客様から信頼を得ることが最も難しい。しかし同時に、それが一番重要な点でもある。これからもそんな信念を胸に頑張っていこう。公園のベンチで大好きなたこ焼きを頬張りながら、俺はそう誓うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。